はい、録画開始しました。3ヶ月に1回ぐらいの定期でやっている少年漫画講談と題した何かラジオをやっております。ホストの LD です。いつもの LD です。よろしくお願いします。で、今回ギリさん、挨拶お願いします。いいです。よろしくお願いします。お願いします。なんか最近なんかニコニコのなんかニのコニコとは違直う接な。は関係ないんですけど、あ、まあそうちょっなんとおだ。呼ばれして、喋ってきたりしました。なんかびっくりしました。なんか、あと、ルイさん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。シンフォギアラジオっていうのは一体どういうものなの？なんかもう2回ぐらいやりましたよ。もうものなんすかごね、い、合ものすごいなんか時間がバッティングしてましたけどね、これ。あ、そうなんだ。だから俺知らなかったのか。いや、なんか、もう合計で8時間ぐらいは喋ったかもしベトロニュースさんと LD さんのラジオとちょうど同じああ、なんか、そういう時間帯でやったかもしれないですね。時間。マジで。いや、なんかね、まあ、とにかく、くめど尽くせぬ、久しぶりにこう恋に落ちたような作品なんで、多分語ろうと思えば何十時間でもぐらいの感じな語作れ品るがあとるんいうで、感じなんですね。だから最近はそういう意味で物語重ではありましたが、まあ、その分少年漫画が若干 ピンチなところがあるんで、ご教授を願いたい感じでありますかね。そうっすか。まあ、とにかくそんな感じで軽くいろいろ話していこうかと思いますけれど、なんかとりあえずジャンプとかから普通に行きましょうかね。ジャンプの話から。なんか、ジャンプなんかあります？3ヶ月単位でチェックですよね。先週ってなんか、先週っていうか前回ってニセ恋の話とかしてました？ニセ恋の話をした始まっんでたすばっね。かぐらいで、なんかニセ恋のこう、なんでもなさがいいんだこれよ。はいいねっていう話はこしのてま価し値とか、まあ、それは相変わらずいいですけどね、ニセ恋。たニセだ、恋いいです今よ回あれでね。すよね、ジャンプとしてはニセ恋にそのラブコメ枠でぶつけてきたっていうか、ラブコメ競争原理を適用してきたというか、パジャマな彼女が始まってきましたよね。パジャマな彼女はすごいなんかストレートにエロコメで。パジャマな彼女ってそんななんかかぶるっていうか、競合してる？なんか違う気がするんですけど。してないと思うんだけど、なんかの枠で多分枠とこしてう、押はさそうれてかるな。というか。なんだろう、編集長の兵士さんの、兵士さんのなんか枠としては一緒のカテゴリーかもしれないけど。そうですね。そう、だから例えばお互いの枠は確かに、そのジャンルとしては被んないんだけど、例えばなんて言うんでしょう、ニセ恋の方の可愛らしさっていうのは、絶対パジャマな彼女の可愛らしさとは違うものじゃないですか。そうですね。だから、ないところをだ埋めてきてますよ。かトラらブルさ、枠ですよ、パジャマの彼そう。女。パジャマの彼女はトラブル枠ですよね。ほら、でも、そうは言っても、やっぱりその相手の順位って絶対気になる相手だと思うんですよ、今のジャンプのこと考えて。だから、本当にスポーツとラブコメを、埋めてきたなっていうのがすごい分かりやすい戦略で、そうですね。黒金もうまくいってるじゃないですか、なかなか。そうですね。黒で、が、そこで配球も入れてきて、で、まあ、すごく戦略的だな、すごい分かりやすく戦略的だなとは思います。ででもあもちれょっですと、よね、やっぱりニセ恋とパジャマと彼女って、相手を例えば意識したからといって、変えようがないところがあるじゃないですか、お互いの全く被るところがないから、だからこう自分の突き詰める可愛さを追いかけるしかないっていうか、そのなんていうか、焦る姿勢みたいなものを作る上で、あの2つってなかなかある意味、機能してんじゃないかと思わなくもないですけどね、機能するんすじゃないごかく兵士カラーが出てていいと思いますいいよ、のかな。今で。ちょっと先に苦言的な話をしてもいいかなと思ってんだけど、なんかちょっとサンデーっぽくなってるような気がしないでもないんだけ多分ど。それが兵士カラーなんだなっていうのはあります。ジャンプ的なギスギスした感じが、なんかこの数ヶ月で丸い急よ激ね。に薄まった。丸いよね、すごく。すご くなんなんだかろう。こうアットホームな感じになってそうそう。確かに。黒金とか連載続いてるんだけど、これ、うん、これジャンプだったら、ジャンプだったらってジャンプなんだけどさ、昔のジャンプだったら、なんかちょそっんな、と、どうしたのっていうか、ハリハリでちょっとひどい目に遭わされてそうな感じ。とかだから、ね。スターズがなんかふわふわと生き残ってたりとスターズがドヤか。ヤにいたりマリすコるとあかたりね。の、何かこの、なんだいや、ろう、スターズね、好きなんだけど、好きなんだけどさ、このふわふわ
感はなんだろう、すごい不思議。いや、分かんなくはないですね。そう、すごい好きなんだけど、なんて言うんだろう、ジャンプの競争が一番華やかなりし時だったら、まあ切られてるだろうとか思わなくてもありますよね。なんだろう、星を継ぐものとかそういうやってたじゃない。あっという間に切られたじゃないとか。パッキーとかも、パッキーとかもなんかふわふわと続いてて。そう。あ、パッキー継ぎますかね。そうそうそう。いや、パッキー確かにこれ、こういう漫画は確かに、あの、ある程度続かないと面白くならないから、うん、続けてて正解なんだけど、うん、正解なんだけど、ジャンプっぽくないっていうのはその通りだと思う。そう。なんか、この感じは。いや、あれ、うん、アニメの数もそうですけど、うん、なんて言うんでしょう、その、現有戦力をそのまんま底上げする的な、例えばそれにアニメっていうブランドがついたら、それだけちょっと名前上がるわけじゃないですか。あの、一世代前の、編集長、名前ちょっと、ど忘れちゃいましたけど。高橋編集長でいいですっけ。違う。あれ違うの、高橋じゃない。あれなんで出てこないんだ。まあ、まあ、あの、とにかくバクマンの前の編集長ですよね。佐々木だ、佐々木編集長。佐々木編集長。うん。面白いわ、正義で。あの人は、なんか本当にジャンプイズム溢れる、はい、感じで。うん。まあね、俺がジャンプの編集長だって感じの紙面を作ってたんだけど、うん、なんか兵士さんはもうちょっとメディアミックスで余力やっていきましょうよっていう、まあ、あ、うん、まあ、もともとなんていうか、あの、遊戯を当てた人っていうか、うんうん、そういう感じみたいなので、うん、うん、なんか、うん、そこら辺、あ、いや、なんだろう、遊戯王もそもそも なんかそのメディアミックスのやり方とか、うん、そういったところがなんかちょっと毛色違ったような気もするんだけど、うん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 、ただなんかね、しかもあれですよね、うん、アニメ化のその仕切り直しで成功した的なところもあるし、そうですね、一発目のアニメ大こけしましたからね。そう、だからそういう意味で言えば、その一つのそのアニメにふさわしい枠を探すっていう考え方っていうよりは、なんかこう、うん、ある程度やってって育てていけば、まあそれなりのものになるよぐらいの価値観っていうか、ね、うん、育てる意識が強い人なのかもしれないですね。うん、そう感じますね、今のジャンプは。うん、育てる意識っていうか、うん、あ、うん、なんだろう、昔のジャンプだったら、うん、あの、なんていうか、才能あるのがドワッと集まってて、うん、あ、集まってきてて、でもうなんか要は、あの、すぐ結果出せなかったら、うん、うん、なんていうの、うん、若い才能って瞬発力じゃないですか、言うと、うん、ええ、若さの才能って瞬発力だから、多分すぐ結果出せっていう、なんていうか、あの、ハードルかけるのって全然悪いことじゃないと思うんですよ、うんうん、あ、なんていうか、すぐ面白いやつじゃないとダメっていうのは、ちょっと、うん、あの、平士さんのやり方だと多分天才は出てこないなっていう、あれはちょっとありますね。でもそこって、まあ、あの、鶏天才はあるじゃないですか、システム無関係に出るときは出るとは思うんですけど、そうそう、ただなんかそれ以前のなんていうか、優しい受け皿が確かにあるから、うん、そういうなんか、なんていうか、登竜門を試す機会全体がひょっとしたら総数としてちょっと減るのかな。まあ、本当に、あの、佐々木編集長時代でちょっとなんか極まりすぎちゃって、うん、全部アニメ化作品みたいな極端な状況になってたじゃないですか、うん、全部アニメ、はい、それ以外全切りみたいな感じでしたよね。そうそうあの、あれは本当にちょっと流動性が全くなくなっちゃってて、うん、そうすると、まあ、こうやってとりあえず緩く解き報告していく期間は必要かなっていう気はしてて、割と僕は今のジャンプ紙面は好意的に見てます、ね。あ、うん、あの、僕自身もなんていうか、いや、僕もともとサンデーみたいなのが好きなんで、あの悪くはないんだけど、ただ、うん、あの、最初に、あの、わざと苦言って言ったように、うん、ちょっと、あの、なんていうか、ジャンプっぽくなくなってて、さっきの話についても、うん、なんていうか、あの、鶏か卵か分かんないけど、うん、だんだんなんていうか、すごい才能みたいな人がジャンプに来てるなっていう感覚は結構低くなってってるじゃないですか、うん、なんだかんだ言っても、まあね、だからちょっと兵士体制は多分メダカとかバクマンが終わった後が、うん、本番頼めされる、うん、そうですね。あとはクロコのバスケとかメダカのアニメが終わった頃になったら、やっとその本物が出てくるんじゃないかなっていう気がします、ね。バクマンはもう確実に終わることはまあ見えてるし、うんうん、まあ、メダカボックスもあとブリーチも終わるっていう、いや、わかるな、ほぼ確定してるんで、うん、メダカボックスはここから結構行くんじゃないですか、まだ半年とか。どうでしょうね、っていうか何やんですよね、あと、うん、結構いくらでも引き継げそうな気もしなくもないけど、うん、バトルメソッドにいつでも持ってけそうななんか構えはありますかね。ちょっと待って、あの、このニセ恋とか、あの、つくつく思うんだけど、ニセ恋にしてもパジャマな彼女にしても、うん、パジャマな彼女って前ドデシカデンの人ですよね、うん、で、このニセ恋めちゃめちゃ好きで、あの、なんていうか、うん、すごく好きで面白いんだけど、はい、いいですね、この小見直し先生って、あの、うん、あれでしょ、あの、ダブルハーツ、うん、ダブルハーツの人じゃない。で、ダブルハーツ始まった時って僕らすごい期待して、楽しかったですね、うん、
なんていうか、で、読み切りとか見てても、すごく切れてたじゃないですか、この人。うんうん、このなんか、このサンデー的丸まれ方なんだろうっていうところを。だって、言ってみれば、薮謙信と同じような道なりに言っちゃう、言えるかもしれないですけど、あ、でも、薮謙信。でも、やっぱ小見先生はすごい、やっぱ才能ありますね。いや、もうそう、それはそう思う。すごいなんか、うん、それはそう思うんだけど、いや、こんな本当になんか、うん、取り立てて、何か、何の特徴もない漫画なのに、うん、面白いって、すげえ。なんかあれ、こう、ニセ恋の構造とか見たら、結構もう、いつでも行き止まりみたいな感じですよね。うん、なんか構造だけただ眺めたら、これみたいな、この後、鍵穴の鍵ひたすら増やすのみたいな、うん。連載続ける装置がほとんどないんですよ、ね。そうだからパジャマの彼女の方がよっぽど、うん、よっぽどありますよ。的な教訓な目的とかがあって、うん、まあ、言ってみれば、気まぐれオレンジロード復権みたいな作品なんですけど、うん、まあでもなんか、こう、パジャマの彼女の方が、そういう意味での復刻全然あるんですよね。ただニセ恋って本当、うん、感情とかの見せ方とか画の見せ方だけで持ってっているところがあるんで、うん、そこは、うん、そこはこのいって、いや、この小見先生のなんていうか才能部分だと思うし、うん、なんていうかすごい面白く読んでるんだけど、これなんかいやいあなんていうかいやラブコメいいなとか思いながら読んでるんですけれど、ぶっちゃけ言えばやっぱ小見先生は次の作品が楽しみっていう状況はありますね。あ、まあね、ここである程度キャリアを築いてみたいな話ですよね、うん、それっていうのは。で、パジャマの彼女の方についてもなんていうかドデシカデンだったじゃないですか。あれもなんていうかすぐ打ち切られたパターンですけど、僕あれ第1話とか結構良かったと思ってるんですよ、やっぱり。うん、なんていうか、うん、バスケの話とかで、うん、やっていくとき良かったと思ってるんですけど、それがあなんか、うん、あたかも何か確かに何だろう、感覚としてはトラブルって言ったんですけど、トラブルよりなんていうか桂正和先生の違うの、うん、田園少女とか愛図とか、うん、オレンジロード路線、そうですよね、うん、まあオレンジロード路線って思うのが最初に確かにパジャマには思いましたけどね。うん、オレンジ、あゆかわとひかるちゃんの位置関係とか順位関係は逆転してる。あ、逆転してますよね、うん、まあ確かに言われると、いや言われるとそうですね。でもなんかパジャマと彼女のって、うん、単品構造で見たときに結構先輩の方がキャラ弱というか、うん、なんとかして強くしようとしてるんだけどどうにもなんねえぞ的なところがあって、うん、それちょっと若干どうここから育てればどうなのかちょっとわかんないぞとか思って、うん、パジャマの彼女も行動自体は本当に別に取り立てて目新しいものはなくて、やっぱりだからこういう構造で一番重要なのは、うん、この2曲をどっちが好きって言わせるところまで来たことじゃないですか。まあ本当にだから丁寧に一コマ一コマエロく書いてくださいっていう指示が行き届いていて、うん、なかなかパンツと見ててもね、そうそうそう、これは変な意味ではなくね、ああうん、なんだろう、ハリス川とかって見ていくとやっぱり、ね、パンツちゃんと一生懸命描いてる。あの2人目のこの髪型メッシュがおかしいですって、うん、いやみんな誰も同意してくれなかったけど、あの時から絶対この人遊戯王じゃないですか、うんうん、もうあれ何だったんだろうな、あれで燃えろっていうのは俺はちょっと難しいと思うんだよな。でも2人目の女の子が良かったのにいきなりなんか忘れてまあいっかみたいな展開になるから、うん、ちょっとあれこそちょっと苦言を呈したい気がないでもない。あれ先生のサッカー先生の体力が持たなかったっつうか、うん、もうなんかモチベーションが持たない感じが、モチベーションなんですかねっていうか、うん、よくわかんないっすね、あの人は。何が言いたかったのかがちょっと未だによくわかんないです。でも確かにほら、ニセ恋なんて僕が例えば自分自身がゴミ先生みたいだとしたら、ゴミ先生だとしたら、うん、ちょっと先が怖くなるっていうか、うん、不安になるぐらいの作品だと思ってたんだけど、この3人目の子いるじゃないですか、うん、今映ってる。いますね。この子が特にうまくてというか、聞きめっちゃうまい。この子めっちゃいいですよ、言っとくけど。めちゃくちゃいいんですよ。なんか、よくこんなもん出してこれたな、みたいな。聖十郎くんね。聖十郎くんっていうか、聖十郎ちゃんね。じゃないですか。要は言ってみれば、きっと、ある意味で、うるせえやつら的な作りじゃないですか。うん、というと、どういう意味的な作りというか、なんて言うんだろうな、うん、こう。どうぞ。あれ今記事はなんか言うけど、いやだからこういう風にしてキャラをとにかく新しいのを入れてこようと思って、うん、で結構ほらこの最初の2人だけ見たら本当にララと春菜ちゃんっていうか、はいはいはい、それの強さがあるキャラだと思ってたんだけど、どうもこっから回すのきついぞと、あと春菜ちゃんじゃなくて、はい、友達も、まあいいキャラというかバイブレイヤーとして機能はするけど、まあそれ以上じゃないよなみたいなところがあって、うん、なんかそう考えるとこの子がポッと来たことによって、あじゃあ4も5もいけるかも、ひょっとしたらもうちょっと広げようがあるかも、次のお友達いけるかも、ああ そうですね、それはそういう期待は確かにある、うんうん、いやうん、いやなんか小野寺さんの友達のメガネの女の子とかもいいしね。あの子はいいんだけど、ただやっぱりあの子の良さっていうのは本当にその展開を持ってってくれる良さっていうか、うん、展開スイッチしてくれる良さじゃないですか。いやなんかあのね、必要十分さ加減が今ルイさんが言ったんですけど、
必要十分さ加減がいいですね、なんか。どう、まあ、うまく言えないですけど、この主人公って、うん、非常に珍しいっていうか、うん、超能力者じゃないじゃないですか。そうですね。なんもないですね。なんもないんで、都市空間です、完全に。ただのいい男じゃん。何だろう、例えば、ある程度、家庭的能力があって、うん、で、まあ、そんなにいい、なんだろう、好意的に、ある程度、ほら、主人公特性としては鈍感みたいなものが持ってるじゃないですか。でもなんかそれぐらいだから、なんだろう、目つきが悪くないトラドラのリュウジとかそんな感じですよね。ちょっとだからトラドラっぽいんですよ、このニセコイって、うん、あ、なるほど。トラドラ、いや、構造的にはそうですし、いや、結局そこってそのなんだろう、この先生のいいところ出してると思うんですよ。ダブルアーツの時になんか主人公いいやつだったんですけど、特殊能力持ってたのが帰ってまずかったかなっていうわけなんですけど、そのうん、なんか特殊能力を説明するのに引っ張られちゃって、うん、あの主人公のいいところとかヒロインの女の子のいいところっていうのがなんか、あ、つまりそのギミック的なものに、そう、ダブルアーツっていう縛り、2人手つないでなきゃいけないよとか、そういうアイデア素晴らしかったんだけど、素晴らしい聞くだから僕らはそこに期待したんですけど、うん、素晴らしかったんだけど、うん、あのニセ恋をやられてみると、なんかあのギミックでうまいこと話を作ろうみたいなところの、なんていうか、そっち側がなんか妙に緊迫プレイみたいになってて、あ、なるほど、まあ本当それって作家適性の話ですよね、うん、まあ、ダブルアーツのその鉄なぎギミック自体は本当に面白くって、うん、なんかこれこのままいけば人類60億鉄なぎぐらいの図が見えるぞぐらいのだからあのギミックを、うん、あの鉄なぎ1本でいけばよかったのに、もっともっとみたいな話になっちゃったのがやっぱ思いますよね話ですか、うん、あとちょっと思い出しましたけど、ダブルアーツちょっとあ悪役のキャラがあんまり楽しくなかったんで、それがあれかな、うん、確かにあそこに武井先生ぐらいのなんかそのハッタリ力があればまた全然違ったかもしれない、全然違ったかもしれない、そういうハッタリにハッタリで重ねていく作家性じゃなかったんで、それ要求したのが逆に良くなかったんで、だからやっぱりだからダブルアーツを小見先生が作った時点である意味ではそこのなんか煮詰まりみたいなものは相場あったのかもしれないですけどね、うん、まあだから本当に今のあの体制に合ってるんで、うん、まあニセ恋は多分、ね、まあ1年2年かそれぐらいで、いや、うん、まあいうことまとまってくれやいいっすね、いいっすね。そあとあれですかね、最近その3ヶ月で始まったのといえば配給も始まったじゃないですか。そうですね、うん、なんか配給も真っ当組で面白いですよね、なんか本当にその瞬間の復帰投稿じゃなくて、四谷先輩の階段の人ですから、そうですね、まあ、魔力とか、あれ大変、あの連載は大変でしたよね、はっきり言って、あ、まあ、ワンアイディアワンアイディアひねり出し系ですから、ね、うん、あれ続けれないよっていう感じの連載だったんですけど、今回そうじゃなくて、配給はジャンプ的に見るとちょっとキャラをどうやって立てていくか、うん、主人公2人以外のキャラをどうやって立てていくかがすごい喫緊の課題で、うんうん、でも 今はあの主人公2人のキャラがうまく動いてればいいんじゃないかなって思うんですけど、なんかあれじゃないですか、例えば黒子のバスケってアニメまで行ったじゃないですか、はいはいはい、なんかその辺と比較してみれば今の時点でもう部長もなかなかなんていうか部長とか、あ、部長いいやつですよね、君とか、あの、うん、あの、うん、坊主の先輩はいいです、あ、そう、あ、坊主先輩とか、うん、なんて言うんだろう、例えば先輩世代はどう見てもなんて言うんだろう、才能的にちょっと届かない鬱屈みたいなものを若干抱えてる、うん、だからあれ気がつくとフープ面方向の話になりなるような感じなんですよ、なんかあのとりあえず一つ目の世代っていうのかな、あの3年の先輩たちがいるうちにどこまでいけるかってことを考えると多分生ききれないだろうって感じがあって、うん、いや、あの先輩たちのなんていうか、ちょっと1年上の貫禄が見えるところが、すごい超貫禄が見えるところが好きですよ。うん、でも、なんて言うんだろう、本当にそういう風に見たときに、構造的に見ても、うん、黒子のバスケがうまくいったのって、でもまあ、あれじゃないですか、僕らの主観的に言えば、黒子のバスケってやっぱりこう、うん、緑さんのどこからすればスリーポイントがかなりでかかったみたいな。そうですね。黒子のバスケは、なんだかんだ言ったって、やっぱギミック漫画なんですよ。そうそうそう、あれは完全にギミック漫画ですね。っていうか、ちょっと話が、なんかこう、当たらないシュートとかいろいろ言われて、なんだと思うみたいな。ちょっと待って、話飛んでるんで、配給の方でちょっと まとめておきたいんですけど、いや、なんていうか、先輩の、あ、いや、今言うように、2人主人公で、あの2人が、をどう回せるかで、僕、今いいと思うんですけど、さりげに先輩たちがいいよねっていう、で、先輩たちのなんていうか、1年長く生きてますよ感が、すごく出てるのと、あとなんていうか、何気にやる気ある人たちじゃないですか、あの人たちって。なんか、5時前とか、そういうのもなんか、うん、普通だよねっていうか、うん、当然的に話してくるじゃないですか。うんうんうん、そのあたりなんかチャンピオンのスポーツ漫画的な自由は、うん、あ、そうね、うん、そう確かに思いますね、ドカベンできてるからっていうんだろうね、うん、そういう思わなかないですね、そういう感覚のなんていうか良さが、うん、なんか出てて、
だから先輩たちって1年上だから、うん、その分ある程度現時点での能力としては結構高いところにはもちろん1年と比べるといて、うん、そうそう、だけどなんか自分たちの限界みたいなのもある程度ちょっと見えてるところがあって、うん、でも諦めてなくてみたいな、だからモチベーションを引き継がせるそのなんていうか、いやっていうか、うまくやればかなり面白いかなとは思います、うん、目があればあの子たちに、なんていうか1年で入ってきたあの子たちに目があれば、なんていうかの伸ばしてあげれるって思ってるし、うん、現時点では お前らのことを俺らはちゃんとよく見えるよっていうか、はっきり言ってあのなんだろう、才能の差はあっても通った道は多分一緒だから、いろいろなんかあの助けてあげれるぜ感があって、例えば黒子のバスケとか他のスポーツ漫画っていうか、まあ、特にジャンプ的なスポーツ漫画とかだと1年でもう才能バリバリいっちゃってて、ね、いきなりレギュラーって なると、うんうん、それって教えられることなんもないじゃないですか、言うと、うんうんうん、あのなんだろう、すぐに即戦力ですぐに使えるようじゃなきゃ困るし、そうじゃなかったら捨てるみたいな、あ、二択の話ぐらいになりかねないじゃないですか、言うと。だけど黒金はまさにそれやってて、うん、もういきなり才能バリバリで1年でレギュラーで大賞です、うん、才能だけで実績はないけど、うん、もう試合の中で成長していきますみたいなのを、はいはいはい、やってますよね。です、いや、それに対してなんていうか、IQ の方は確かに君ら才能あるけど、うんうん、でもあ、いや、あの まだまだっていうか、とにかくその全然足りないところ多いよって、うんうん、いう感覚で先輩たちが構えてられるところの、そのそ、ね、なんかその安心感が部活的になんか、うん、分かる気がする、リアリティが高校生とか中学生の学年1年2 3ってやっぱでかいんですよ、ね、違いますよね。本当は、うん、本当はなんていうか、中学生高校生って1年生がいきなりってやると、うん、それは本当に怪物なんですよね、うん、いきなりやれるのって、だから、うん、でもこれって本当ただの選択の話で、うん、なんだろう、これを突き詰めていくとある意味テニスのおじさま的になるわけじゃないですか、はい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 、テニスのおじさま逆になんか高校がすげえ化け物になってきて、うん、世界でなってますけど、うん、まあ、ただやっぱりテニスのおじさまも1年が一気に下克上して肩苦しさみたいなものをすごい重視して書いてたらあなったみたいな感じですけど、はい、これは配球のこの着実な描きが、まあ、さっきからギーさんが言ってるみたいにこう許される今のジャンプの空気というか土壌があるし、うんうんうん、だから今やれるならやれるうちにやっといても全然いいんじゃないかなと思って読んでます。そうですね、いい結果出して出すといいかなと思ってですけどね、まあ、キャラがもうちょっと女性受けする感じのかっこよさがあったらいいんじゃないかなと思って、 あ、そう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 、あとなんかちょっと女の子もうちょっと出してとか思ったり、それぐらい、ああ、ね、向いてないかもしれないんでね、いや僕僕はあのなんていうか、配給どれかな、あの作者さんの書く女の子ってちょっとなんか強人形みたいとかで好きなんだけどそれってスポーツ、うん、なんかその好みの理由がなんかもう、うん、なんかもうそれってスポーツ漫画的にどうなのって今喋ってて思ったけどさうん、でも それはなんか そういうところで言ってほしいなと思ってますけどね。で、まあ、いいっすよね、ほんとちょっと前のあのサッカーの漫画でもなんか、うん、何でしたっけ、あのサッカーの漫画の2人主人公的な漫画、うん、ドイソル、あ、ドイツルね、はいはいはい。ドイツルがちょっとしくじったところありましたけど、うん、あれは確かにドイツルは女の子いなかった方が良かったのかもしれないって、配球見ると確かに思うかもしれない。ドイツルってやっぱ、なんだろう、まあ、今だから言いますけど、やっぱりその監督とフォワード一人ってあったときに、うん、この二人を高めていくっていうのは、ものすごいその前の設置ノルマがものすごいコストがかかるっていうか、うん、もうだってその以前に監督としてキャラを機能させるには、ある程度イレブンを、イレブンのキャラが立ってきて、うん、イレブン使えるっていう領域に入らないと、うん、そのビジョンを具現化するっていう領域までいかないんで、うん、だから、今のジャンプなら話は違うかもわかんないんだけど、うん、とりあえずあの時期のジャンプで、あれをやるにはちょっと上に組み方になっちゃうし、うん、でそれあれと比較しても、まだ配球の方がしっかり回るっていうか、だってセッターとアタッカーですからね、うん、もうこの人だけで、まあ、何しろこうあの10周打ち切りとか20周打ち切りとかはないんだなっていう、最近のジャンプである安心感が あるので、ちょっとなんかそれ以前のスポーツ漫画と比較して、うん、いい悪いっていうのはちょっと あれは言えないですね最後にこう短期打ち切り的なした作品って何でしたっけね。え、はい、スポーツマンで10週とか15週ぐらいで打ち切っちゃった漫画って最後には何がありましたっけって思って、早いのってな、早いっていう判断がちょっと感覚的に難しくなりますけどね、うん、ただスターズでもマジコでもなんかなんだかんだ踏んだかんだで持ってるし、うん、だから、マジコとスターズの代が、うん、あのから伸びたんですよ、なるほどね、かな、うん、とりあえずやっても50週ぐらいの感じ、あのさっき言ったフープ面かなり早かった気はするあうん、まあね、フープ、俺的にはかなり好きだぞ。いや、僕も好きなんだけど、うん、でも早かった気はする。まあ確かに、うん、ライトウィングも結構早かったと思う。あ、少年チックかなり早いんじゃないかな。
そうね。うん、そのしか。そういうのやってこう、なんだろう、スポーツ漫画でいっぱいこけまくって、うん、で、まあ、その結果どうしようって考えたときに、まあ、もうちょっとキャラ育ててから判断してもいいんじゃないとか、まあ、それなりに育てればジャンプっていう器もあるし、その、なんだろう、エースを任せるんでなければある程度いくんじゃねえとか、うん、なんか、いろいろそういう計算が働いてる気がしますけどね。うん、あ、で、あの、ちょっとずらすと、あの、黒子のバスケの方なんですけど、今結構僕なんか今っていうか本当に瞬間風速的ではあるんですけど、いいす、ね、紫丸くんがオフェンスに回ってきたじゃない、うん、あの表現いいと思ってんですよ。でこいつはやばいっていうのが、うん、絵でなんか分かる分かる、いや分かる分かるっていうか、バスケのあの明らかに3メートルぐらいになってるんですよ、もう紫丸くんって、あの体積が2倍ぐらいあります。そうそう、あの明らかに怪獣がやってきてるっていう表現でやってるか描いてるんですよね。で、あ、うん、これやってほしかったんだよって、また改めて思いました、ね。紫君が出たせいで、僕の中で青ってどんな感じだったっけ。そうそうそう、っ青ってなんかパーフェクトプレイヤーみたいに書かれてたけど、 あれみたいな、モンスターってここまで行くんだなみたいなね、うん、いやでもなんだろう、黒子のバスケに期待してたものっていうのがまたなんていうか紫原君で出てたんで、うん、なんていうか本当はもっとな、本当にもっと青くんとか、まあ、黄色くんはあれでしょうがないのかもしれないけど、うんうん、やっぱ青くんですよね。そうですね、やっぱ青くんが本当に鏡のその同種ちょっと上ぐらいの位置にいちゃったせいで、うん、なんかそのバスケとしてのスケール感がそこで整ったところがあったかもしれないですよね。 うん、それが紫原くんでちょっと取り戻してるんで、これで赤が良かったら、なんていうか僕の中ではちょっとその時に化けた感覚になるんですよ。うん、順を追って話すと、さっきあのルイさんがちょっと喋ってたみたいに、緑くんがとりあえず良かったんですよね、やっぱり、うん、どっからでもシュートが入るって何その人って、うん、あ、おかしいんじゃないのっていう、その、うん、いや、ただ一応なんか弱点的に調子がいい時はっていうのがかっこづけが入るんですけど、うんうん、でもなんていうか、あの重要な時にはちゃんと調子が合うように計算して努力してる人なんで、緑くんって、うん、だから本当に重要な戦いの時にはもうそのモードになってるんですよね、うん、で本当にどの位置からでもスリーポイントをスポンスポン入れていくから、うん、そんな人勝てるわけないじゃんっていう説得力に満ちてたじゃないですか。で、うん、それをどうやって、ね、うんうん、どうやって戦うのっていうことをやってった時、やってる時がなんていうか黒子のバスケってすごく面白かった時で、で、うん、次に出てきたやつのなんか青峰くんが、うんうん、この人が本当この人がの怪物感が、うん、緑川でしたっけ、なんか、そうかな、まあ、緑川だと光るみたいになっちゃうんですけど、まあ、とにかく緑くんの、うん、とに匹敵するっていうか、いや、これは緑が3分3ポイント入れて、中で青がやってたら、もうどうしようもねえやって思わせてくれるものがあると、うん、黒子のバスケって本当にもうどっかんどっかん来てたと思うんですけど、うん、やっぱ青くんの表現がちょっと、いや、やってなかったわけじゃなくて、なんていうか、変な角度からボール、シュート入れたりはしてたんですよ。なんかみんなが襲いかかっていくときに、うんうん、でもなんかこれは勝てねえみたいな感じじゃなくて、あの言われてしまえばあのなんていうか鏡くんとかが、うん、うおーとか言って気合を入れれば、うん、なんか吹っ飛ばされちゃうような、ちょっとあれですね、こうノルマ的に本当に鏡の同種だったから、うん、鏡が伸びるための当て馬キャラ的になってるところもあって、うん、そのせいでちょっと青くんって扱いが微妙なところになっちゃったかもしれないですよね。で、そういう話が出てて、で紫くんが出てきた時に、うんうん、あの最初はなんか、いやなんかあのどう言えばいいかな、あの技量方向だとあんまりあれだから、なんか悪な感じでやるのねみたいな感じで見てたんですけど、うん、それがなんかあのディフェンスが強くって、そいつがオフェンスに回ってくる、で体がでかいっていう話で、うん、体でかいの表現がさっきちらっと言ったんですけど、もうなんていうかオフェンスに回った時に怪獣がやってきたみたいな感じでちゃんと描いてるんですよね。あのなんでしょうね、あれ、あの、うん、要は奇跡の世代ってチームなわけじゃないですか。そうだからチームの中でポジションを考えた時にやっぱセンターは絶対いるよねと、つまりリバンが取れないチームで奇跡はへったくれもねえやないというところがあって、うん、じゃあリバンを絶対的に取れる選手ってなんだろうって思ったら多分あんなもんが出来上がったと思うんですけど、そうただ普通なんかリバンがすごい強いと、例えばそのスラムダンクの魚住とか赤毛みたいな感じで、はいはいはい、その分例えばなんだろう、アジリティとかいろんなところにこう欠点というか、うん、まあその分のプラマイみたいなものが出ると思うんだけど、紫丸君って結構その辺の描きがあんまりないから、うん、なんかどっからでも現れる超人ディフェンダーみたいになってて、瞬間移動でポッて現れてポッてガードするみたいな、うん、あの辺のなんか紫君の描きはちょっとすごいですね。そうそう、うん、でもうなんかでかすぎて誰も止めらんねえっていう、でかいは早いわですよ、うん、本当にでかいは早いわで、スピードもあるから止めらんねえとか言って、うん、
そういう表現が、わ、これ勝てないっていうか、久しぶりになんか、みどりくんと同じ感覚で、あ、これ勝てないとか思って、見てたら、なんか黒くんくんが僕がやりますとか言って、上から出てくるシュートね。いやいや、出てきたら、で出てきたら、とりあえずファールさせるとか言って、あ、それあったかっていう、あのなんか、あのいや、一瞬食える程度の話なんだけど、なんか流れを変えるじゃないですか、あれって、うまいなって、うん、あ、それあったかって。ルールを逆手に取って言ってるのがすごくよくて、そうそう。確かにあの、うん、ガチで喧嘩したら勝てないけど、うん、バスケっていうルールの上だったらやりようあるよっていうのをパッと見せてくれたんで、うん、そうそうそう、なんかすごいなんかあうまいんですよ、あれ流れが変わる、あの、なんだろう、確かに言う通り、繰り返しやるなんてことはちょっと難しいんですけど、なんていうか、うん、どうやるんだろうと思った次の週で、うん、なんかあのファールってやるから、なんかやっぱあんまりそのジャンプ漫画とかでそこまでないですけど、うん、そのバスケとかあと例えばホッケーとかって、うん、そういうファール戦略みたいなのが結構重要なスポーツなんで、まあ、うん、あのまマジのガチのスポーツだったら、うん、もうファールわざわざ誘うっていうのは普通に戦略としてあるんだけど、はい、だからスラムダンクでも結構少年漫画だとやっぱそれってなんか卑怯な感じもあるし、うん、あるほらファールトラブルってやっぱりあるものじゃないですか。だから、ファールトラブルを人為的に使うっていうのは、なんかやっぱりタクティクスとしてありだな。まあ、だから黒子のバスケ、そもそも黒子だしね。うん、そう、黒子というキャラ格としてね。いろいろと説得力があって、うん、ああ、でもこれ、本当にこれがちゃんと、ああ、なるほどって思えるぐらいの漫画って、本当に、まあ、アイシールドはできましたけど、うん、なかなかアイシールドもちょっとガオーで苦しくなってましたけどね、うん、ガオー超いいみたいな、その辺ほんと作品自体の作品ごとのそのリアリティレベルっていうか、うん、作品ごとのその戦略レベルみたいなのがあって、アイシールドからきっとガオーがちょっとはみ出てたんですけど、逆に、うん、黒子のバスケはガオーぐらいのものを求めてるっていうか、うんうん、そういう差があると思いますけどね。そうですね。で、いやなんかうまくやってるんで、あれもなんか赤くんとかがこれでうまくいくとは、うん、結構いい漫画じゃないとか、いい漫画ですね、うん、赤くんってあれなんですか、あのいい感じになってます、うん、奇跡の世代的に考えると赤くんってつまりパサー的な、そうそう、パサーだと思うんだけど、司令塔でパサーだと思うんだけど、それでつまり黒子の対極的ななんか太陽王みたいな感じなんでしょ、どうせそうだと思うんだけど、フィールドを支配するみたいな、そうそう、うん、なんか絶対このアポロみたいな感じのキャラにならないと、逆に言えば黒子の光と影としての対峙の意味がないっていうか、ラストに赤を取っていく意味もないと思うんですけど、そうですね、うん、どんな管理能力なのか、つまりわかんないですね、そのフィールドのどっからでもシュートパスにアシストはいはい、させるとかそんな感じなんでしょうけど、そう、うん、なんていうか本当にちょっとわかんないですよね、うんうん、とりあえずなんていうか、時々あの言葉としてあるホークアイっていうのは持ってると思うんですけど、うんうんうん、なんか、うん、あの上から見る目はあの当然のように持ってると思うんですけど、だから上からを超えて次はディメンションが違って時間の流れも全部読めるとか、そういう、うん、なんか4次元的な目とかそういう話になるかもしれないけど、うんまあわかんないで。でも言っちゃう、それぐらい言っちゃえばいいと思うんですよ、僕。まあ、うん、言われたら納得しますよね。そう、なんかそういう方向はありだなって思えるぐらいに、やっぱりギミックマッターですね、本質にあるのはね、多分、うん。だってガチガチにやったところでスラムダンクと勝負できるかみたいなところって、やっぱりどうしてもジャンプ読者感としてあって、うん、どうなのかなって思った時に、やっぱりああいう、なんだろう、必殺技とかがあると、うん、まさに必殺技で怒る人って僕、読んでないと思うんで、うん、そこはちょっと突き詰めていってもいいんじゃないかなと思いますけどね。そうですね。なんか、うん。まあ、そんなわけで、なんか、いいよね、とか、今思ってる。カミ君がね、相変わらずちょっと、なんていうの、その、ノーマルキャラのまま強くなってってる感があって、カミ君の扱いってやっぱ、どこまでも難しいんだなって思ってね、クロコ君がその、この人ならと見定めて、こう、奇跡を倒せるって思った人なわけじゃないですか、カミ君って。うん、カナビ君の格もうちょいなんとかなんねえかなってずっと思って見てるんですけど、うん、なかなか難しいみたいですね。思ってるナチュラル強化からなかなか出てこないっていうか、うんうん、なんかファイヤーシュートみたいなの出せばいいかなと思ってるんですけど別にバスケでファイヤーしてもなって、うん、あのキャプテン翼カール・ハインツ・シュナイダーがファイヤーシュート打ってるんですけど、まああれはシュート打った時にちょっと燃えてるとちょっとキーパー嫌かなって思うけど、あ、うん、それあるかもしれないですね。バスケでものすごい、バスケでファイヤーしてもなんかこういいじゃないですか、ものすごい回転がかかってブロックしようと思ったらチリッとか言ってやめてる、熱いみたいな、そうみたいな、うん、あとか、ね、かもしれん、うん、それくらいのことをなんか鏡君って本当に今のところノンギミックな感じで、まあ、わざとなのかもしれない、そのつまり奇跡の世代ってみんなギミック持ちなわけで、うん、そのギミック感をギミックがないやつが倒すみたいな感じです、ね、倒すってことをわざとひょっとしたら設定してるのかわかんないんだけど、あんまり効いてないよなっていう実感が正直、そこってそんなに保ってもなんかリターンあるのって思うところもあって、ね、うん、ちょっとそれは鏡くんに注目しますけど、鏡く、うん、鏡くんよく考えたら化身とか出すかもいいかもしれない。あ、マジン的な、ゴッドハンド的な何かを。そうそう、いやっていうか、うん、なんか稲妻イレブンの話してるんですけど、まあいいや。あるかもしれない、うん。
まあ、で、まあ、と、まあ、先輩そんなもんですか。そんなとこですかね。だって3ヶ月で特に何も終わってないですからね、その、うん、明確なイメージとしてね、うん、メダカ、うん、メダカボックスを、うん、まあちょっとなんかいろいろ言いたいこともあるけど、まあちょっと置いて、今話すとあれなんで置いとこうっていうのと、もう一つはちょっと銀魂とかがなんか妙に良かったんですけど、まあ、そ銀魂はほら定期的な流れの中じゃないですか、うん、はいはい、定期的に、あの銀魂定期的に良くなる、良くなるっていうか、あの特別今、うん、急に良くなったとか、そういう話ではないので、まあ、ほら、こういう周辺的な話を繰り返していって、でだんだんもちろん、その銀魂って結構進む分時間脈っていうか、関係性が進んでってるから、はい、結構、周辺を繰り返していっても、繰り返すことにだんだん、なんていうか、終わりの図とか、ゴール図が見えてくるようにはなってて、そうですね、まあ、その流れの中に普通にあるなって感じでは見てますけど。うん、割となんか、もうちょっと過去を強く意識させるような話を入れ込んできてるんで、うん、なんか着実に終わりに近づいてるんだなっていうのは感じます ね、 ですね。だって白矢さんとか言わなきゃ忘れてっちゃいますからね、うん、あのなんかね、あのなんだろう、あの傘持ってるあの女の子の、うんうん、兄ちゃんとかがなんか今う、うん、ちょっと復讐の牙を研いでるはずなんですけど、ただまだ自然ですよ。銀魂って本当螺旋的に上がってってて、そんなになんか無理して今回の盛り上がる映画はって感じじゃなくて、結構本当になんだろう、掃除をしながら進んでってる中編は特にね、全く動かない短編と動く中編みたいなもんで構成されてるのが銀魂だと思うんで、うん、だからまあ本当に妥当に、なんだろう、例えが悪いけど、あれなトグロ巻きみたいな感じっていうか、うん、結構しっかりとこう先端に向けて今行ってるところだと思いますけどね、銀魂はね。うん、まあ、あと安心してる見れる漫画ですね、うん、あれは。あとコメント見て、そういえばあれなんですけど、バクマンとか、うん、うん、まあ終わりですよ。バクマンだ、特に言うことないです。なんかほら、声優オーディションとかやった時に、この俺の声優好きとしての違い、もう大破裂しましたけどね、まあいいかもみたいな、うん、許しモードが若干自分の中で働いていますけど、まあ無事に終わってくれればとしか言いようがない。まあそうですね、なんか、うん、あのネタはあのなんかやばかったよねとか思ってるだけで、だから扱いが長ければなんてなるほど、うん、そう、なんか あの話に何かこう説得力ってわけじゃないけど、そうそう、なんかそういうドラマを持たせようと思うと途端に良くなくなると思ったんで、だから大怪我すると思ったらすぐ巻くとか、まあそういうのバランス感覚がさすがだなって、いや、うん、だからあのぶっちぎりで、あの、あずきさんですっていうので、いいじゃんそれでって思って、しょうがないじゃん、もうこの世界とは分かんないけど、僕らの世界のネット感っていうのは、うん、もう黙って、稲妻イレブンの人気1位が五代さんになる。そうそう、五代さんじゃなく五条さんね、うん、世の中であって、うん、あとガンダムエイジの一番人気がこう、うん、ねえ、うん、バルガスになってしまう世の中なわけですよ、うん、そう、うん、そのネット投票でそのネット投票で本当にあずきが行くのって思うと、本当にって考えれば考えたことね、あったのみたいな、そう、もう考えちゃいかんっていうか、そう、考えさせないっていうのかな、うん、そのなんていうんだろう、本当に今受け入れたんだ、よかったって言って、すって次の話って、であとは終わるタイミングの問題をすぐ出してきて、はい、もうなんか声優の話をしなくなってるじゃないですか。してないですね、するべき。いつ終わるかとか、その連載にとって一番幸せな形は何かって新しい問題提起をしてて、はい、この辺はやっぱり、ここがある意味でも大場さんというか、バクマンの一番の強みだと思うんですけど、うん、どんどん新しい問題提起することによって、一つの問題の精度があまり問われないっていうか、うん、ここうまいなって思って見てますけどね。うん、深く追求しないのはね、すごく、うん、正しいです。ななみねシステムとか思った時も、やっぱりこう、まあこれぐらいの触れ方で次に行っちゃうのがいいんだろう。まあ確かに。ななみねシステムもやばかったよね、やっぱり。ななみねシステムも結構漫画根幹を揺るがす存在だったんですけど、うん、まあ結構スッと流れてて、いいもん悪いもんみたいな感じ。まあ、なんか、うん、そう、うん、あの問題提起はあったけど、基本的にななみねくん悪いからみたいな感じで。七峰君が悪い子だからみたいな感じで話し過ごしてるんで、問題提起の内包するなんだろう、可能性というか、うん、その手の届く範囲のヤバさに比較して、うん、結構物語自体はスッと解決してってくれるんで、うん、それって慣れない人っていうか、合わない人にはすごい消化不良感があるっていうか、うん、そんな嘘で走んなよみたいな感じがあるんだけど、ある人にとってはすごいこう話題提起というか、一瞬考える問題提起だけを繰り返しててくれてる構造なんで、うん、これ気持ちいいよねみたいなところがあって、まあ、いや解決しないっていうのも、あの、うん、一つの、 あのバグマンの態度で、それはそれで僕は嫌いじゃないんで、うん、そうですね、ただあれですね、今回 の、 あの最新の話ですけど、あの要はあの終わる話で、うん、漫画終わったじゃないですか、うん、あれ、ね、最後のコマ見せていいのかなとか思って、だから、うん、ちょっとあの そのギリギリ感っていうか、ふてぶてしさってすごいよね。だってほら、イズマエイジのあの漫画とかって、うん、やっぱりほら、
分かんなかったじゃないですか。最後のものすごい新妻エイジってみんな言ってて、うん、でもどれくらいすごい漫画なのか分かんないままになんか1位を取り続けて終わったみたいな話になったじゃないですか。そうですね、はいはいはい。幻想があるんだけど、今回結構ガツッときちゃって、あれなんかこのこれ敵の悪魔のかなんかなんつうの力関係の格がちょっと低いまんまだから、この二人だと多分最後の方足りねえぞとか結構普通に冷静に思っちゃってる自分がいて、だってあの時の黒悪魔って本当に何だとで終わってる感があるじゃないですか。本当にそうするのかとか、例えばその落ちる時になってよしじゃあ一緒にどこに落ちたいとか言うわけでもなく、まあどこに落ちたいじゃ完全にあれになっちゃいますけど、なんかそのあっち側からの描写力がすごい弱いから、あの漫画の最後読んだらこれってなんかね、うん、あんまり多分気持ちいい感じになってないと思うけど、ちょ、いやでもちょっと少年漫画館の問題もあって、うん、ルイさんの指摘はちょっとあれだよ、ちょっとあのかなり情報圧縮的だよね、うん、その、まあね、うん、だってあのコマ見て情報組み上げてルイさんの中で多分ストーリーが1個出来上がってて、そのストーリーの中でこれ どれぐらいのかあのなんていうか画面上の情報からストーリー1本作って、それでうんどうなんだろうって言ってる状況なわけでしょ。クラッマの格があの格だったら漫画としての行くとこのキャパシティって限度があると思うんですよ、はいはいはい、本当に無茶なこと言ってるのは分かってますよ。 でそう考えてああやって、いやでも一緒に押してて、うん、いやいや完結してるんだけどみたいなね。どんな綺麗な話でも少年漫画で1年で終わってあの消化不良にならないっていう可能性はまずないです。あの17記事ぐらいやしねっていう、うん、それやったのってデビルマンぐらいじゃない。あ、なるほど。デビルマン打ち切りっていう前提があって駆け抜けたから、うんうん、まあ、ただ本当にあの最後のあの渋谷の交差点で死ぬみたいな図って、まあ本当にこう人間が群がってるところで死ぬから人間だよって、まあそのことはどうでもいいとして、うん、なんかその最後を見せちゃうところにちょっと本当にさっき最初ギギさんが言った通り、なんて言うんだろう、自信というのか何というのか、うん、見せちゃうんだってところありましたけど、うん、でもまあ彼も含めてやっぱりそれを書くじゃないですかね。書いた時に対してその漫画の中のキャラクターたちがすげえよこの絵とか、なんかこんな綺麗な絵ねえよみたいなことみんな言ってるわけじゃないですか、うん、でそうやって言ったって、でそれに対して岩とかを誰かが唱える前にその結果がもうついてきて、で次の展開が始まるわけじゃないですか。次に行っちゃうから、うん、だからこの爆弾曲ってやっぱ結局そこですよね。つまりその一つ一つに対して何かギーっていうよりは本当にその次へってことですよね。何かの結果が何かの結果を生んで、それがひたすら転がり続けていく形でここまで来たんで、うん、まあ本当爆弾らしいなと。だから最後まで転がればいいんじゃないかなと。だってもう20今いくつ4か5かわかんないですけど、うん、それは結婚もしますよ。ええ、ぶっちゃけ、うん、だから特にもう本当自然にあるようになる感じで言ってるんだけど、うん、あとこれでまあアニメの普通の少年漫画が5年10年かけて1歳年を取るか取らないかのうちに、うん、あの普通にあの10年年取ってんだから、そりゃまあいいですよこれでも、はっきり言って、うん、まあ本当そういう意味で言えばあのなんだろう、少年漫画的な文脈とは逆というか、少年漫画ってほら例えばその読んでる読者と一緒に成長するとかなんかまあそういう文脈あったと思うんだけど、結構バクバクプーンって追い越してたんで、うんうん、まあ気持ちよくやってるからいいんじゃないかなと思って、ね、私は本当一つ一つのそのシステムのあらとかが気になって、うん、あ雑な扱いはとか思ってたんですけど、なんか一個下脱したというか、まあいいんじゃないかな、これは爆弾はこういうもんだしみたいな風になって、それいいです。じゃあ、まあ、そんな感じでとりあえず次3で行こうかなと思ってますけど、3で行きましょう、武勇伝の激太りから、いやー、うん、もう行こうかと、改めて三田先生は天才だな。ちょっとねこれは天才と言わざるを得ないっていうかね。あれそれボクシングをやめちゃって、つまり運動する時間がなくなって、うん、だけど食うからこうなるって、うん、それは理屈はわかるけど、理路整然として正しいし、フットボールはやってるんだけど、うん、あくまでキャッチャーっていう、うん、キャッチャーというのが面白くて、キャッチャーみたいな、うんうん、ちょっと笑っちゃいましたね。でもね、本当に言うと、なんだろう、うん、その脳隔離とかの危険があって、うん、キャッチャーって危ないですけどね、マ、うん、ーチップでどう当たるかわかんないしね。そうっすね。キャッチャーはどうかとは思った。うんだけど、思うんだけど、まあでも説得力は無駄にある、うん。いや、だけど、みんな言ってたけど、可愛いから困るってのもその通りでね、とか思ってて。可愛いよね。すごいね、これ。なんかもう、どこを見ても可愛いよね。いや、というか、あの、いや、ちょっと、ルイさんとの話なんだけど、あの、甘神あるじゃない。で、リホコがよくデブデブ言われるじゃない。リホコ多分こんな感じだろうなとか思っちゃったりして、なるほど、その、どういう感じもあれもないけど、うん、ちょっと、
ちょっと、うん、あのギギさんの言うってなんかミスター先生天才という、ね、なんかぽっちゃり系女の子を書くにしても、うん、このムチムチ感はないよ、ないよね。もうちょっと例えばほらぽっちゃりにすると一番極端な話って最近、うん、ほらアニメでもラッペルワールドとか、うん、あとさすがサルトビとかじゃないけど、はいはいはい、そこでも女でもとにかくそのもうちょっとなんて言うんだろう、マスコット的な扱いにしちゃって、はいはい、デブっていう記号をもっと消化して、はい、でそこから戻りましたとかやると思うんだ。あとそれに応じて目が潰れましたとかね、うん、この子なんか目つきとかくっきりしたまんまなんかこう、うん、かわいい子のまんまに肩が良くなってるって、うん、なんかねあのかここ今画面出してるんだけど角度によっては可愛かったりね、可愛いっていうか、うん、あの角度によっては良かったりしてね、それもなんか妙なリアリティがあってねっていうね、指が太いんですよ、なんかあれ可愛いと思うけど太い、そう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 さすがですわ、なんかこう着せずして新ジャンルを開かれてしまったような気がしていて、ただあれなんですよ、この子っておそらくそのタケル君に出会って、うん、まあどれぐらいの期間か漫画のリアリティによるんだけど、うん、要は速攻ダイエットするんでしょ多分、ね、うん、あちょっともったいない感がありますけど、もったいない感ありますね、かもしれないけど、うん、すごい、うん、ちょっとあのいろいろとすごくてちょっと、はい、そんな本当に常識を破壊されたまあ常識まで言っていいかどうか知らないけどただ、うん、ちょっとあのミスター先生天才とかいう話はうなんかうなずかざるを得ないみたいな気分になってたり、この日の話で言うと僕はここからダイエットにも過程が見たいところもありますけどね、うん、いやだから徐々に太く細くなっていったらそれはそれでまたすごいですよ、うん、そうなんか漫画だから次の週に なんか2ヶ月経過で治りましたとか言われて、なんだろう、あのマガジンの逆で太って普通に戻るってあるけど、うん、なんか違うよねこれも、違う、うん、いやマガジンのエリアの騎士で荒木先輩っていうワードの人がもともと太くって、多分ね、うん、太かったり痩せてたりしたじゃないあの人、はいはいはい、うん、で、うん、いやあの太いミッドフィルダーかっこいいなと僕思ってたんですけど、すぐスッキリさんになっちゃったじゃない、うん、あのがっかり感は、うん、あのここではやってほしくないよねとか思ってて、あとサッカーって今の現代サッカーにおいて運動量ほど重要なものはないですからね、まあ、そう、いやだからこそじゃん、だからこそだと思うんだけど、まあ、いやそこの議論はいいとして、うん、でもう一つ、あれもだから試合が終わるとまた太ってコメディリーフに会うっていう、あれは、うん、あれでうまい、まあ最初はでも成功です、あいやいやもう荒木先輩でももうそれはやめたんでしょう、荒木先輩もう今すっかりスッキリさんですよ、単なるスッキリさんですよ、そう単なるそういうことを考えたんだと思います、うん、単なるシャープフェイスですよあの人、まあそれはいいとしてでもう一つはビーブルースで勇気者が成長した時に、はい、みんながあれ丸いとか言っててそう、うんうん、であれぐらいが普通だよねっていうかいっぱいいっぱいなんですよいや、うん、勇気者の時に丸い言ってたのは別になんか死んじゃうのにはならなかったよねあなたより可愛いな、なんか胸の範囲内での推移、そうそうそう、ね、あのなんでこんなに丸いんだろうとか言って騒いでたら、そのうちなんか勇気者が耳出すようになって、あ耳出したらやっぱりスッキリだったんだとかというかあの、うん、普通に今可愛いので、うん、なんかすげえ可愛いので、うん、やばいねやばいよねこれまあ本当だってあれですもんね、この今映してる画とかのとこでも、うん、はい、もうなんか腹のあたりのシワとかわざとつけてますもんね、そうそうそう、あのこうやってクーって指を立ててる時のやつとか、うん、もうねいや、まあ、今時出っ歯の不良っていうのも素晴らしいいや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 、それはなんで三田先生の昔からあのなんかちょっとキャラを変える時には出っ歯とか、うん、あの足立満先生みたいな感じですよ、ごまかさないですね、三田先生は描写を。偉いな。え、どういう意味ごまかさない。ごまかさないっていうか、何かこう、本当に。ボタンを押せないとかって大事なことですよね。うん、書くなら徹底して書くな、みたいなところが。わかる気がする。いやうん。いや、で、いや、うん、可愛かったのが。衝撃、うん、今ゆきちゃん探してるんだけど、ほらありましたよ、ビーブルースほらどっち2人とも可愛いじゃないですかゆきちゃんもうあの要はあいやあれってもちゃんと成長が描けてるんで、うん、あのスタイルが あの本当に小学生のスタイルだったのがだんだん今本当に、うん、でもまだ中学生なんでしょ、おいこの華奢な感じがすごい中学生っぽいじゃないですか、あーなるほど、うん、いやっていうか、ま、僕ら丸い言ってたんですけど、このゆうきちゃんを、うん、うん、基本的にはこの子あの耳隠してただけなはずなんですよ、多分耳がでかいキャラなんで、髪型で丸く見えてたもん、うん、耳がでかいから耳を隠すと髪型で丸くなっちゃうっていう
それだけの発想。展開としてはどうなっちゃうんでしょうね。え、インドネシアもう行くんでしょう。髪を上に上げて、うん、なんか華奢な感じで、うん、に出してるね。っぽくてまた可愛いですよね。そうですね。なんか東南アジア行っちゃうと数年後っていうメソッドが使われそうでちょっと。いや数年、これ数年後でしょう、まあ、3年後になっちゃうのかな。三年後でしょ。インドネシア編をやるとはあんまり思えない、ね。思えない思えない思えない。戻ってきてからの話すると思ってますよ。なんですが、これがもし、あれですよ、人によりますよね、本当に、例えばうん、オレンジとか書いてた人だったら、うん、まあ、間違いなくインドネシア編にこのまま行くんだろうとか思うんだけど、うん、あえ、まあ、ちょっと待って、オレンジって、野田先生のことなんですけど、最初、高校サッカーストーリーっていう話だったような気もするんですよ。そうするとどうなるのかな、ちょっと分かんないですね、まあ分かんないけど、だからあれじゃないですか、そのキャプテン翼じゃないけど、うん、その高3に転校して帰ってくるとか、そういう話じゃないですか。僕もそう思ってますよ。だから、途中でインドネシアから帰ってくる可能性もありますわね。うん、だからキャプテン翼ってまさにそれをやったから、その南葛って、その翼が来る中3まではね、みたいな話があって、うんね、そこなんじゃないですかね、おそらくね。ただ、翼君の場合はブラジルに行ったけど、インドネシアはサッカー、あれ、超未開地ですからね。この辺がまた、なんかすごい、うん、面白いですよね。今までなんか見たことのない展開で、うん、でもサッカー的に考えたらもう完全なるマイナスだと僕は思うんですけどね、うん、僕もマイナスだと思う、ね、ま、僕もマイナスだと思うけど、ただなんていうか、でも親の転勤についていくっていう、それも、うん、ま、間違ってないっていうか、間違ってないですね。ある話だよなと。あ、いやいや、そんな、うん、それ自体が間違ってないし、ただだから少年漫画っていろんな、うん、ほら壁が設置されるじゃないですか、うん、簡単に寮生活とか言っちゃや、うんうん、いう話なんだけど、あ、でもしないでしょ。だから竜ってひたすらその最初からモチベーションがほぼパーフェクトなような状態で存在しているキャラ で、うん、で、まあ、能力値も最初マックスだったんだけど、うん、あ、そこで何を用意するかって言ったら最初怪我で次が転勤なわけでしょ、うん、もうそのとにかくその一つのプランを阻む何か、自分の意思とは別のところにある何かっていうところが今のところ連続で今来てるわけですよ、ね、やってますね。こんなに迷うなんてっていうあのシーンがすごくやっぱよくって、うん、いや、ただなんていうか、迷わないでサッカーに専念するんだろう、うん、当然っていう話をみんな思うけど、でもやっぱり迷うんだって言われると、そら迷うよな。え、うん。いや、説得力ありますよ。説得力あるっていうか、別だって、うん、事故でああなってから、そうそうそう、立ち直れたの、お父さんとお母さんのおかげだって言われたら、俺、ぐうの音も出ないですけど、迷惑かけたのかしらね、うん。そういう話まで考えちゃうと。うん、それは当然あるよなって思っちゃう、うん、そ、まあ、ってことはあれじゃないですか、例えばですけど、もし龍がその何、今回ほらインドネシアっていうものすごい分かりやすい形になってるわけじゃないですか、要はそのトレードがないっていうか、うん、もう行ったらほぼ、まあ、誰が考えてもちょっともうサッカー的にマイナスだなって思うようなところに行くわけでしょ、うん、例えばこれが例えば本当の現実でいうところの鹿児島実業っていうか、うん、そのちょっと九州とかの方のサッカー進学校とかのサッカー留学でも多分龍は断ったってことですよね、うん、この論法でいくと、あ、この辺ちょっとプランといろんな板挟み感があって、ちょっとじくじたる燃えるところがありますね、うん、でもインドネシア行ったらなんかセパタクロサッカーみたいなの身につけてやってくる。絶対ないよ。なんか、カッカンって準々決勝あたりで負けそうなキャラ、うん、セパタクロ。まあいいや、どうでもいいや、それは。でもなんか、ただキャプツバの中国のキャラがセパタクロサッカーをしてた気がする、うん、いや、ちょっと田中先生の感覚っていうかサンデーの感覚なのかもしれないんだけど、とにかくユースとかそういうなんか決められたエリートコースのなんていうか、そういうユースサッカーとかそっち側に流れるの嫌だっていうのが一つあるみたいですね、見てると。その高校生の、つまり、うん、そういう寮生活、サッカー漬けの生活とかじゃなくて、ちゃんとなんていうか学園生活、まあ、それ確かにその寮生活に入ると、もうゆうきちゃんとかこのアンナちゃんとかもうなんか、うん、制限されちゃうからね、あの、うん、制限されちゃうってこと、ところも含めて、なんていうか高校生活もちゃんとやりながらサッカーやっていくっていう、そのなんていうかある種の健全なスタイルが、そうでしょうね。ほらチャンサンデーってちょっと前にゴールデンエイジって漫画あったじゃないですか。ありましたね、うん、ある種カウンターとしての作品だったのかもしれないんですけど、つまりその、うん、サッカーってのはやっぱりある程度若い、部活サッカー対クラブサッカーみたいな、うん、あ、うん、しかもほら今回のインドネシアに関して言えばもう部活クラブを通り越えたっていうか、うん、本当残ってるのはモチベーションだけで、それに対する道のりとしては絶対誰もが選ばないような悪路なわけじゃないですか、うん、要は高校サッカーとクラブサッカーってまだあくまでトレードレベルだけど、うん、もうなんかこれはトレードにすらならないみたいな関係があって、うん、でもそれでもなんていうか青になれるんだったら、それはモチベーションの力とか継続力の力だし、それって本当若い力とか本当に最初が大事みたいなゴールデンエイジ論みたいなものの真逆にあるのかもしれないし、それはなんかどっちが正解とかじゃなくて、一つずつ主張することに意味があると思うんだけど、うん、まあなんかだからビーブルースは結構そこが明確だなって、本当にリュウってキャラが強いキャラだからこそ
与えてくるこの外的な要因がいろいろ彼を引っ張っていき続けてますよね、うん、だって、うん、最新号とか見ると、うん、やっぱりリュウちゃんかっこいいからね。まあね、うん、最新号でキーパーの位置見て超ロングシュートって何そのかっこよさっていうのは、あれはベッカムロングシュートみたいな感じでした。だからあれって、うん、逆に言えばほらみんなあの観客が言ってましたけど、うん、もうなんかほら怪我する前ぐらいのプレーだみたいなこと言ってたじゃないですか。言ってます言ってます、うん、だからある意味で言えばそのプランの中において怪我っていうプランはほぼ軌道修正したんですよね、うんうん、ある程度どうにもならない部分はまあフォワードとしてカバーして、はい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 、まあ、それは少なくとも歌詞として扱わないっていうか、うん、もう一つ一個前のポジションによって対決したっていう扱いをしたところで、うん、次のインドネシアっていう問題が来るっていうのかな、うん、つまり問題が同時進行しないっていうか、うん、まずはやっぱりあの問題は多分今回の試合である程度クリアしたからクリアしたっていう話ですね、うんうん、したと思うんですけど、うん、じゃあ次はっていう問題がこの才能豊富なこの世代を果たしてインドネシアとか海外とか、うん、まあ本当それってある種の比喩みたいなもので、とにかく棒に振るっていうこと、ある種の棒に振るとは違うのかな、とにかくその悪環境みたいなところがで始まって、でもどうなるって話なんだけど、うん、まあ、でもほら前言ったかもしれないけど、言ったかもしれないとか言ったんですけど、現実でもほら長友とかってやっぱり大学までこのスタンドで太鼓叩いてた人なわけで、やっぱりそこを最後に支えるのはそこじゃないかもよって描き方、つまりゴールデンエイジ的な価値観で行くのかなっていう気はしますね。それをやってくれそうな気がしますよね、がっちりね。結局あのどんな環境でもできることはあるんだって話。ああ、もうそれはやるってのも、なんていうか、うん、要するに何もなんていうか、こう なんだろう、サッカー的に環境が悪いところで、リュウちゃん何やってたかってところはちょっと焦点だと思う。で、ただボール蹴ってただけじゃないと僕は想像してます。ああ、なるほど、うん。例えばほら、あれですよね、そのチームレベルが絶対的に低いと、うん、パスとか逆にリーダーシップを、リーダーシップを発揮できる可能性はある。ああ、うん、ほら、僕の考え方としては、例えばね、ほら、フリーキックをめちゃくちゃに明確とか。うん、なんかそういうことだってできるかもしれないわけじゃないですか。そう、あのフリーキックとか、どういう方向に行くかは別として、示唆として今ルイさんが言ってるフリーキックの精度をめちゃくちゃに上げてきて、うん、フリーキックさせたら、そうすると多分リュウちゃんはフリーキックさせたらもう終わりみたいなキャラになって帰ってくるんですけど、うんうん、そういう必殺技を身につけるっていう、うん、つまりそのマイナスのところって考えるんじゃなくて、そこでできることって考えるってことですよね。まあだから本当はそれは難しい。で、実際のところマイナスは絶対にあって、それはあのまさに最初のあの怪我の時に描写したまんまなんですけど、うんうんうん、でも多分怪我しなかったらリュウちゃんってフォワード捕食にならなかったというか、うん、日本の優れたミッドフィルダー、まあひょっとしたらそれによる未来ってやっぱり僕らどこまでもその見たかったわけじゃないですか、うん、そのリュウが順調にいったままの日本代表ってすごい見たかったけど、うん、でももしかしたらその結果を往来的に、例えば諸星とかプレイヤー、諸星の格がどこまでいくか分かんないけど、うん、でも諸星は来ますよ多分、うん、まあでもやっぱり日本ってミッドフィルダー大国って言われ続けてきたわけですよ、うん、だからミッドフィルダーはある程度育つっていう、もし前提をね、ある程度楽観的な前提に立った場合、ひょっとしたらこの竜のポジション変更は日本サッカーにとっていいことかもしれないわけですよ。そうですね。うん、だからそこのなんていうの、結果として出たものが良くなるというか、良い方に解釈するというか、うん、解釈してみせるというか、うん、なんかそういう漫画としてすごい最近力持ってきて面白いなって思ってますけど。っていうとこですね。ビブルスそんな感じですね。あの、うん、次、神の水を知る世界あたり。あ、やっぱそっち行きますね。まあちょっとこれもすごいですね。え、うん。なんか、うん、ちょっと神の水を知る世界は、ちょっと言葉にならないぐらいすごいですね。いや、言葉にできないですね。あゆみとの話どうするかと思ったら、なんていうか、一番いいところらへんを取ってやってますよね、これ。うん、か本当にちょっと今週もちょっとすごすぎて、うん、今週いいですよね、好きって言ってよって言ったら、好きって答えますからねっていうね。うん、そう、それは当然答えるだろうけど、うん、と思って、うん、好きだって言うわけですよ。うん、でもそれは言ってないって言うんですよね、うん、あれは、うん、で見てる方も、うん、言ってないって納得せざるを得ないんですよ、ね、うん、あれそ、あの話素晴らしいですよ、うん、直感が正しいっていう、もう見てる方はもう確実にわかるんで、うん、いやで、いやで、あゆみの方が、うん、あの好きってこれだよって言って教えるあたりの展開素晴らしいですよね、素晴らしいですよね、うんうん、好きってこういうんだよって、これは確かにテーマには言えないっていう、うん、うん、まあ、逆に言ったとしたら驚いちゃうっていうか、だってね、あゆみのことそんな好きだったのって話になるわけじゃないですか、うんうん、いやだけど、うん、なんだろう、あの、いや今あゆみの話してるけど、うん、千尋が予定外の行動を取ったりとか、うん、そこら辺の展開を合わせて見てて、 うわー、うん、あの正直千尋がなんかイレギュラーで動いた時はちょっと焦りましたからね、僕も、う
まあでも千尋の動きは良かったですよね。なんでかっていうと、千尋ってもともと普通子っていうレッテルとして、レッテルというか、まあ、属性として生まれてたわけですけど、はい、まあその普通っていうものをどう解釈するかって時に、そのなんて言うんだろう、漫画内ルールに普通に引っ張られないっていうか、うん、なんか漫画内ルールに流されないっていうことによって、彼女は普通性を担保してるところがあって、メダカの人よし君がご都合主義キャンセルっていう言ったじゃないですか。まさにこれ、千尋の報道ってそれなんですよ。そうです。だから千尋っていうのは本当に普通のことして、なんかいろんなルールとか設定はあるかもしれないけど、まあそれはそれとして友達騙すの許せねえってとこに行っちゃってて、うん、あ、そうっすねみたいな、本当っすねそれみたいな、うん、確かになんかそこみんな素通りして、ねえ、なんだあの桂木、すごいこれ大事なことあるんじゃないのって、物語だったら当然こうなるよねっていう、ルールを、うん、まあ、確かに普通に動いたらこうなるよねみたいな、うん、いや、あの千尋の動きがすごくいい、うん、あのなんだろうな、あの、いやっていうか、読んでくと、千尋が明らかに面白いんですよ。うん、見せてほしいんですよね。あの、なんだろう、ケーマに多分、そのなんていうか、自分をなんていうか、単純に言うと、納得させてくれるぐらい、そう、自分、あの、なんていうか、うん、単純に言うと自分をもてあそんだ、その意味を見せてほしいっていうか、それに足るものだったかどうかを見せてほしいっていうのがあって、でというのがあるのと、同時に今喋ってるみたいに、許せんとか、全然いろんな感情がないまぜになって、で、あ、感情っていうか、なんていうか、そういういろんなものがとにかくないまぜになって、あの行動に出てるんですよね。で、それキャラとして素晴らしいんですよね、言うと。そういう本当にだから、あの多面的な、一面的な切り取りじゃない、多面的なキャラクターっていうのが、これって本当に現実なんだよな。そうそう、まあでも本当難しいですね。僕ってやっぱりあくまでこの若木先生って、なんていうの、赤松先生的な属性というか、そうでしょう、やっぱりあくまで本当にテクスチャ的に貼り付けていくタイプのキャラだと思うんですけど、それで普通っていうものを突き詰めてどうしようって考えた、いや、つまり僕、千尋は そこから抜けるフローに入ったと思ってるから今喋ってるんですよ。あ、僕抜けたかどうか正直分かってない。あ、まあ、あの、まあ、うん、あの、なんだろう、あまりに小さなキャラなんで、全体の構造からすると、あまりに小さなキャラなんで、僕が、あの、単に僕が持ち上げてる状況っていうのもあるとは思うんだけど、でもあの行動とその後に見てる千尋の行動を合わせてみると、あのシーン、あの瞬間の千尋っていうのは素晴らしい成果を出してると思ってるんですよ。そうね、だから僕の、あ、今僕の LD さんの多分判断の違いって、おそらくその、若木先生の評価度の違いぐらいのものでしかなくて、まあ、ベクトルある程度同じだと思うんですけど、要はその千尋が普通と思われる動きとしてすごい納得のいく動きを見せたと、はい、で、まあ、納得というか一瞬意外と思えるぐらいの一瞬何かを超えてきて、で、あ、それに納得させたみたいな順番なんですけど、それに対してこういうものを造形して見せたって言ってる LD さんと、僕はなんか普通っていう記号を突き詰めてここまでたどり着いたんだねぐらいのことを言ってるんだけど、まあ本当それって解釈論ですよね。立ち返るとちょっと神の水を知る世界は多分なんていうか、毎回言ってますけど、自動生成的な部分が結構大きいとは思ってて、というと自動生成っていうと、だからこの時点で千尋だったかどうかは分かんないんですよ、多分最初から設計して千尋だったわけじゃないとは思うんです。 それは僕は、はい、そうではないと思ってる、うん、僕もここはそうじゃないと思ってる。要はね、その歩みと千尋とか、あと軽音立てをした時点で、もうある程度この図は見ながら育ててたんだろうなとは思って、まあ、もちろんあの候補としては千尋は当然、普通この候補として並んでたとは思うんですけど、まあ、今の展開が1話からあったグランドデザインかって言われると、すごいそれはないと思う、ないと思ってます。結局だから、何でしたっけ、LC の扱い方とか、ちょっとキャラが育ってきたら、あのちょっとどいててもらうよとか、LC いたねえ、いたねえ、LC、ああいう何かこう、キャラを転がすんだけど、行き過ぎたら止めるみたいなやり方で、なんか育ててきてるんですよね。そうですね、いや、そうですねっていうか、あの、ぶっちゃけ若木先生と、ケーマってなんていうかほとんど重なってるキャラだと思ってて、でなんていうのかな、うん、そので一応なんていうか登場人物の女の子たちとして出したキャラクター、あ、出したなんていうか、ある意味では我が娘としてそういう作ったキャラクターとして、あるいはなんていうか、その好きな女の子のキャラクターとしてこう動くということ、こう動くであろうということに対して嘘をつきたくないっていう感じでやってると思うんですよね。でその結果走らせてみたら、こんだけ長いこと走らせるといろんなものがあの付け加えられてきて、変えられてきて、ある種制御から外れるところも出てくると。で外れて、それでそれがケーマにとって、主人公ケーマにとって都合が悪いことだったら、それをスポイルするかって言ったら、
それをやったらこの漫画終わりだっていう感覚でやってると思うんですよね。なるほど、うん、だから千尋は動くんですよねやっぱり、うんうん、でそれをやらないことによって、まあ、今回の歩みも相当いいんですけど言うと、うんうん、出てくるんですよねちゃんと。であのなんだろう、ちょっと立ち返った話で確かに僕もなんていうか赤木先生と赤松先生と、作劇メソッドにおいて非常に近いところがある人だと思ってるんですよね、うん、で赤松先生の時そのラブヒナとかやっててやっぱり僕もなんかあ、うん、テンプレのキャラだなと思って見てたわけですよ、うんうん、だけど僕自身はやっぱりなんていうか、まあ、ラブヒナの後半に出てきたかな子ってキャラクターが相当好きで、うんうんうん、あの子の動きとかなんていうかもういろんなものを混ぜ合わせたあの子の動きとか見た時にあなんか なんていうかフローチャートみたいにしてキャラクター作ってるようなそんな感じに見えてて、まあそこは それにかなり近いところがある人なんだろうけど、うん、こんだけ複雑にやったらもうそれはなんかなんていうか人間のアルゴリズムだよねっていうか、あーなるほど、うん、そう思ったんですよねかなこの時に。 で、うん、で今ちょっと神の溝知る世界は似たようなことを感じてはいますね。これってひょっとしたらなんていうの、全コントロールって言い方とは違うかもしれないんだけど、はい、ある種最初からの初期の願望としては望んでた形かもしれないですよね、作者自身が。そうだから多分ここにたどり着きたくて、そうですよね、泳がしてたんだとは思う、うん、本来そうですね、本来はあれじゃないですか、要はケーマって一番大元に立ち返るとね、うん、大元に立ち返ると要はケーマのいる世界っていうのは本当ゲーム世界 2D だと、うん、で神の水知る世界っていう世界の中のその僕らから見ると漫画あくまで同じ漫画なんだけど、うん、まあ、少なくともこのキャラクターたちは 2D ではないっていう扱いだったんですね。 2D ではないって扱いですね、うんうん、じゃあそれに対して 2D の論法をやってって、まあ、最初は 2D が成功していくカタルシスをずっと繰り返してって、うん、どっかで反逆が必要だって話になったわけですよね。それはずっとしてましたよね、はい、うん、で反逆を求めてった時にキャラクターたちがその 3D であることを、 3D って言い方まあ変なんだけど、とにかくその僕らが人間と思うようなアルゴリズムを発動してこう反応してくれるかっていうことをずっと試してった結果動いたなって。確かに僕らがそのあくまで僕と LD さんのそこの評価って言い方は違うんだけど、少なくともそのとこまで行ったっていうところでは共通してて、成果出てますよ。うん、和垣先生の方は何だろう、もともとは何ていうか読み切りとか書いてて、うん、読み切りとか書いててそれラブコメ系的なものっていうか、うんうん、川上の系的なところがあるじゃないですか。ところがあれ出てる、それはやっぱり短編の良さであり、 そういう部分だと思うんですけど、そのようなことってワンキャッチワン瞬発力とワンキャッチじゃないですか、読み切りレベルだと、うん、で言うと出してる時って何だろう、それの集合体が神の水知る世界の、うん、スタートラインだったわけですよね、うんうんうん、つまり何ていうか読み切りで出した時に、うん、読み切りで出した30ページとか、まあ、20ページ30ページくらいに出てくる女の子可愛いねって言うと、うん、可愛いねって思える、面白かったねって言えるけど、それをまあ、あんまり触れてもあれなんだけど、連載やって、アルバトロスって連載やってみたら、うん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 、可愛いんだけど、みたいな、うん、いや、アルバトロス僕可愛いと思ってるんですけど、うん、でもある意味ではあるんですよね、その LC っていうキャラクターがある種、その名残っていうか、あるある、で、生き残りとして存在してるところってありますよね。っていうのが あった中で、うん、なんていうか、だけどまあ、これでやっていくっていう時に、どう、そういうスタートラインを、うん、どう育てていけるのってことをやってった時に、うん、キャラの育ち方、今なんか触れてないんですけど、白亜の育ち方とか相当いいですからね。赤木先生が本当好きなのは、うん、多分エルシーとか白亜なんですよ、うん、で白亜エルシーってどうなんでしょうね。いやエルシー相当好きですよ、あの人、赤木先生から要は神人様一点で突破していってるわけじゃないですか、うん、でまあ、そういうので突破するキャラって、突破するキャラ特有の強さって当然育ってくるんだけど、うん、なんかこう今の僕の若木先生の感覚でいくと、うん、やっぱある程度邪魔だからっていうか、使いづらくなってきたっていうか、わざと残してるところもあると思うんですけど、うん、なんかやっぱり他のキャラが育ってる、まあ、ルシーはワイルドカードなので、そうですよね。だからなんだろう、どこまでもそのさっきも言った信じる一点って、なんだろう、要はそのなんていうの、スイートプリキュアの三石さんのキャラみたいな感じっていうか、とにかくそのどこまでも信じてるっつって押し切れるキャラの強さを持ってるんで、出てきたら勝ちみたいなキャラなので、うん、それは多分若木先生すごい好きで、ああいうキャラは、ハクはもう、ああいうまっすぐさっていうか曲がんなさっていうのは多分すごい若木先生好きで、あゆとか千尋みたいなのは本当は、うん、
あのレパートリーないキャラクターのはずなんですよ。でもハクはもう元のレパートリーって考えると随分揺らぎとか持たせられてると思う。いや、ハクは相当変わってると思う。でやっぱりあくまで最初のそのアニメ1期っていうのかな、アニメ1期でやってたみんなのヒロインを攻略するっていうフェーズの段階においては、うん、やっぱり所詮さっき LD さんが言った読み切り段階っていうか、うん、まあ、一面のテキスチャーを貼っただけって感じなんだけど、じゃあその後も攻略後もキャラがいるっていう思考実験みたいのをして、うん、でまあ、さっきの部活がすごい典型だと思うんだけど、うん、まあ、とにかくそうやってキャラを残すっていうことをやってったら、そのあらゆるキャラでそのキャラらしさっていうところを出すたびに、ね、ある程度やっぱり精度を高めなきゃいけなくって、そこをちゃんとロジカルにやってったら、結果としてその精度をいろんなところで突き詰めたのが多面的になってって、でいっぱいテクスチャー貼ったらなんか滑らかな、ね、人間とそんな変わんないよねみたいな感じになるっていうか、はい、でも多分今見せてもらってると思うんだけど、そうですね、だからこそ歩みを一番出てきた甲斐があるっていうか、歩みとか普通子ちゃんとか千尋とか、まあ本当部活を機に、うん、本当にその辺の描写が多かったから、うん、だから一番こうなりやすいキャラたちではあったんですよね。そうですね、うん、ちょっと僕今の話でエルシーが出てきたら一発で持っていくみたいな話をしてるんですけど、今ちょっと僕そこは疑ってるところがあって、はい、持ってったらすごい、本当にすごいと思ってるけど逆に、うん、ただ今言ってるのがなんかまたほじくり返しますけど、言うようにエルシーとハクアが大体アルバトロスの王女様なんですよ。エルシーってゴミ子で、ゴミ子変身のアルバトロスが大体ハクアなんですよね。そうです。間違いないです。だから、あの2人のキャラが多分、かなりコアだとは思うんですけれど、うんうん、コアだとは思うんですけれど、うん、ただ、なんていうのかな、逆に言うとエルシーは、うん、ちょっと今邪魔だからってわけじゃないけど、なんかお暇もらってるし、うん、まあでもだから LD、うん、ギーさんが言ったみたいに邪魔だからこそ、うん、その最終的なリリーバーとして取っといてるっていう言い方をすることもまあできると思いますけど、ね、そうですね、邪魔っていうか邪魔転じて必殺みたいなね、うん、寝かしてあるっていう感じでもあると思うんですけど、LD に関しては徹底的にあのキャラに関しては内面が書かれないところが強みで、うんうん、まあ本当にその神兄様言ってるだけっていう強みとかね、あとその作品のなんて言うんだろう、危険度レベルっていうか、そのフェーズを一気に戻す効果っていうか、うん、世界観をそういうものに戻しちゃう効果っていうのかな、神兄様っていうそのノリに戻しちゃう効果、今がこのノンフィクションのすごくキャラクターが素で動いている状態で話が進行しているのが、エルシーが出てきたらもう完全にフィクションの空間に戻るんですよね、奇跡が起こる空間になるんですよね言っちゃうと、そうですね、だから あとその、はい、なんていうんですか、昔のあの単話で回すような状態構造に戻れちゃう感じになるっていうのかな、うん、だからなんかそのエルシーはわざと確かに邪魔だからっていうのもあるかもしれないし、うん、あとやっぱりこの今の世界にわざと触れさせないことによって、うん、その元の世界っていうのかな、安定した世界に戻すためのキーとして取っといてんだろうなっていう、いや、うん、でもなんだろう、今言ってることが、うん、戻ってきたら本当に怒ったらそれはエルシーが全部持ってきますよ、うんうん、って思ってますけど、で本当に全部持ってけるから、うん、エルシーが持ってってリセットかけても、うん、テーマの内面は変化したままなんですよ、うん、それが多分すごく重要で、うん、現実なんかクソゲーだって言ってたキレバの内面がやっぱどうこれでどう変化していくのかっていう話ですよね、うん、まあね、せっかく歩み、まあ、千尋もいいんだけど、まあ、とにかくやっぱり今回は歩みが良かったっていうか、うん、まあ、よく本当ここまでちゃんとその攻略キャラ、非攻略キャラがここまでちゃんと反逆っていうか反抗してくれると、うんうん、ようやくもってそのケイマと歩みの間のディメンションの差みたいなものが明確に出てくるなって思いますね。でもケイマ折れないね、うん、折れないけどもうなかなか無理は来てますけどね、どうなんでしょうね、このまま押し切ったら確かにケイマすげえ正しいなっちゃいますけど、うんうん、だから普通の恋愛漫画と逆じゃないですか、普通の恋愛漫画はどうしたら心が落ちるのかっていう話を書いてて、うん、上石の場合はどうすればこの状況で心を落とさないのかっていうか、うん、うん、ああ、なるほど、なるほど、うん、いい話、いや、っていうか、いや、なんだろう、今ちょっと僕の頭の中で、うん、昔、脳神ネウロがあるじゃないですか、ネウロのなんていうか、シックスの人たちで、なんか、いや、何を言ってるかっていうと、折れないって話なんですけど、ブリキか何かをの鉄板を、心が折れる表現で、こう、一回曲げちゃうと、もう一回元に戻しても、折れ目は絶対残っちゃうっていう表現があったじゃない、ネウロの中で。なんか、それのイメージを持ってるんだけど、その、なんか、こう、そういうところまで追い詰められてるんですけど、ケイマって。折れ目がつかない。戻れないっていう。
今でもどうなんですか、例えば今攻略ルートしてどうなのか分かんないけど、少なくとも今のケーマって、その何バイスとかここまで進行してきてることって当然計算には入ってないわけじゃないですか。入ってないですね。だからこの計算に入ってない状態では本当のところできるならした方がいいんですよね、うん、まあ、できないからやらないんですけど、ケーマの場合は、うん、下手したらっていうか多分あの意識のスイッチを落とせば好きって言えちゃうんですよ、うん、こういう男は、うん、まあ言ってますよね実際、うん、いや、まあ、今は心が入ってないんでバレてますけど、うん、あ、心を入れて言えるって言ってるの、言えると思うんですよ多分、はい、続けてください。それやったらやばいっていうのも多分本能的に分かってて抵抗してるんですよね、うん、だから今のところは本当にもう剣話の昔は本当にエンディングまで見えたとか言ってるんだけど、うん、今彼をエンディングまで見せてるのは例えばその白話とか、うん、まあノーラとかとにかくそういう周りがフォローしてそのエンディングまでの時間稼いでるからそういうことを言えてるだけであって、うん、本質的にはもう自分だけでなんとかなってるような状況はもう遠に超えてるわけじゃないですか。ないですね、うん、でもそこでも心のこもってない好きしかまあ言えてなくて、でまあ歩みにこうやって反逆されてでこの後待ち合わせとかって言ってるんだけど、まあだから本当に極まで今追い詰められてて、うん、でだから本当にさっきそのギーさんが言った通りそのスイッチを変えるっていうか、つまりそのここが3次元だと認めるっていうか、うん、ね、そういうことだと思うんですよ。そのゲームクソゲーっていう元からってあの話題の話だと思うんですけど、なんていうのかな、ルイさんのその積み上げに対して言うと、なんていうんですかね、確かに今のケーマってエンディングまで見えてないと思うんですよね。見えてないけど悪くねえと思ってるんじゃないかなっていうとこかな、僕が感じてるのは。でも、その悪くないっていう論理を、うん、もし現状のその状況を読めてないままに悪くないと思ってんだったら、それって若干もう逆に行き着くとケーマの歌詞に近いと僕は。まあ、僕はそれはか、あの、なんで歌詞って捉え方をしていない。まだケーマだから落ちてないんですよ。うん、っていうか、それはもう歩みがバロメーターになってて、うんうん、歩みが OK 出したら、それはケーマ落ちたって話なんで。うん、あ、いやだけど、なんだろう、とにかく今で、あゆみがなんか自分の予定と逆らったことも含めて、うん、あの手応え悪くないと思って進めてるように僕は感じてるわけ。あ、だからでルートには乗ってて、うん、あ、い、あの、なんといい流れに入ってると思ってると思ってるわけ。多分もう把握はしてて、うん、でルイさんの方がちょっとそのスイッチ入れるとやばいっていうのが多分あるんだ、うん、いや うん、そこでギーさんが言うように、そんななんかそこで心変えてやってもうん、あのルートにエンディングが見えないし、うん、あのルートが見えない、じゃ あのここでなんていうかごまかしたようなことを、今の目的って別に、うん、女神出すことだけだから、そうそう、いやだから、いやでも、うん、ごまかしたようなことを言うのが、うん、言ったらエンディングが見えるかって言ったら、今のケーマは見えないんだけど、選択肢が2つ出てきたときに、エンディングは見えないけど、今言ったギーさんの方じゃないって、あ、ギーさんみたいになんていうか、あの気持ち切り替えてそれでやるって方向じゃないっていう方を選んではいると思うんですよね。選択肢が出てると思うんですよ、ケーマの中では。でその時に出てきたあゆみの反応を見て、うん、このルート この選択で合ってたって思ってるぐらいの状況じゃないかと思ってるんですけれど、どうでしょう、僕そんな評価高くないです、うん、僕の評価はもうそんな高くなくって、本当もうだってケーマがそんななったこと言う以前にもう状況が差し迫ってますから、うん、だからもう本当に追い詰められてったら、本当さっきギーさんが言ったもうスイッチ変える気はねえ、今のところだからさっきも言ったルートには乗り続けてるっていう理由でもって、うん、まだその自分のできるその好きだよって、まあ、心のないやつとかね、うん、まあ、どうすればいいんだ、結婚しようとかいろいろ、まあそういうのを含めて、まあなんとか今の自分のままで進めてるけど、うん、じゃあこの先にさっき LG さんも言ったけど、LG さん自身が言ってるんですけど、つまりエンディングは見えてないと、うん、エンディング見てないけど、とりあえずこのルートに乗っていけば降りることはないみたいな感じで今続けてるんだけど、うん、まあ、どんどん状況が迫ってきて、どんどんタイムリミットが迫ってるっていう、じゃあどうするっつったら、もう最後切り替えていかないと僕は思ってる。だからそこで少なくともこのルートの先に何かがあるとは思ってるとは思えない。っていうか LD さん自身もさっき言ったじゃん、エンディングがまだ見えてないって。だからうん、でもどう言えばいいかな、あの全部見えてないけど、あのなんていうか悪くない流れっていうか、いやないないない、だって悪くないなんて流れで言って、もうこの局面本当はいつ壊れるかも分かんないような状況に今追い詰められてるわけで、ちょっとごめん、ちょっと言っちゃえばもう、うん、あの竜王で世界を半分やろう、はい、いい絵が出てて、ずっといい絵を、うん、あの、うん、選び続けても同じ答えが、同じ質問が出てきて、今これでも、はいを選んだら終わってしまうみたいな状況で、ずっといい絵を選んでるみたいな状況が。いや、ちょっとあの整理した話をすると、まずケーマが折れる折れないっていう問題については、僕も際だと思ってるんで、あのそこに対して何かあの 100% の確信を持って話をしているわけじゃない。もちろん。あのまあどっちなんだろうねと思いながら漫画を見てるわけ。ただもう、その上で言うと、
あのルイさんがもうエンディングが見えてないっていう時点で、うん、テーマがなんていうかほころんでるっていうか、うん、なってるっていう話をしてるんだけど、僕は必ずしもそうだとは思ってなくって、うん、あの完全に、あのなんていうんですかね、完全に読み切ってなくても、うん、あのなんていうかこれはいけるっていうその感覚っていうのはなんていうか普通の優れたプレイヤーにあると思うわけ、うんうんうん、で今ケイマそういう状況じゃないかなって、例えばなんかのシューティングゲームとかやってて、うん、シューティングゲームとかやっててバーッと たくさんなんていうか避けきれんぐらいの弾が落ちてきたと、うん、言った時にあの完全に避けきってなんていうかそっち側に行くビジョンまでは見えてないかもしれないけれど、うん、自分のそのレバーを動かす手動の瞬間で、あ今自分の精神マインドが、うん、マインドが悪くないからこれはやれるよ多分っていう、なんていうか、まあ、マインド感覚はあると思うわけ。ケーマーを叩いてみたいってことだよね、うん、本当僕と LD さんの話の差って際って、うん、要はケーマーをそのどこで折れるかの際の高さのラインみたいな、ね、うん、ライン設置の差でしかないと思うんですけど、うん、もう本当その話ですよ。ただあれ僕がさっきから言ってるのは、うん、今回その、シューティングの例で言うと、うん、ボムが使える状態なんですよ、うん、言っちゃえば、うん、あ、はいはい、まあ、ただボム使うと作品が変わっちゃうんで、ね、ボムを使ったら負けっていう、うん、ボムを使わずにこの状況を切り抜けられないかっていうのを今ケイマが多分必死でやってて、もちろんそれがでもタイムリミットがどんどん迫っていく、どうなんて、そう、そこで僕が言ってるのはそのケイマがその先に何かがある可能性があるからそれを突き詰めてるって考えるにはっていうか、若干最初そう考えてたと思うんだけど、うん、それがどんどん今回の今のあたりでもう僕は若干もう今の今回今週あたりがもう限界値だと思ってるんですけど、うん、僕の評価は取りも直さずケイマの評価低いってことになるのかな比べてなるんですけど、まあ、どういうことかっていうとやっぱりノーラがあの刺されたじゃないですか。で、まあ、偽ノーラだったじゃないですか、うん、でもあれ偽物だから済んだよねってことを示してるだけで、うん、まあ要は描いた意味はもちろんそうじゃなくて刺されたってこと自体に意味があるっていうか、うん、もうつまりそこまで来ちゃってるんだよって話を、あれは描くために偽ノーラは刺されてるわけですよね、うん、だからもうケイマの意識動向でどうにかなるレベルを超えてるっていうか、もうここまで来てあとこの先続ければなんとかなる、まあ、続ければなんとかなるかもしれないけど、その時にはもうノーラとかハクは死んじゃうよみたいな話になってて、うん、それはなんていうかもうケイマのそのゲーマーとしての優れた感性とか言ってるレベルじゃないだろうっていうふうには思っていますから、ね、なるほどなるほど。いや、あの本当にあのまさにそう認識の差ですね、うんうん、いや今まだ僕はゲーマー感性で動いてると思ってます、うん、まあ信じたいんだよね、うん、その能力認めの差は完全にありますよね、うん、あ、いや、うん、でも別になんていうかまだ何かそのそうじゃなかったねみたいな話にもなってないとは思ってるんで、うん、今言ってる僕のなんていうか僕が喋った可能性っていうのは、うん、十分にそのページに載ってる情報だと思うんで、うんうん、あのそうだと そういう感覚だと思ってる、うん、あのなんちゅうのかな、うん、白亜とあのノーラさんがサポートに回ってるところも含めてね、確かに時間は迫ってるんだけど、うん、いうように、うん、シューティングゲームでも格闘ゲームでもいいんですけど、うん、それまでケイマっていうのは対戦相手と戦った時に最後に自分が倒すイメージまで持ってレバーを握ってたんだけど、うん、今そうじゃないことは確かだと思うんだけど、うん、じゃあ今レバーを握ってるパンチボタンを押してる自分のマインドはどうかっていうと悪くねえと思ってると思うんだけどねっていう、そこは、うん、繰り返しになりますね。悪くねえと考えるか、うん、もうなんか若干あとボタンを押すだけのところのダダ状態、ね、ちょっと、うん、皆さんをちょっと保留しておくと、その辺がケーマの、はい、要はこの作品をどう見るかっていうところのもう根本って本当に、うん、ケーマがどこまですごいかっていう一点がほぼ集約される、うんうん、もういやあの際が近づいてるし、うん、だからそこに落ちるかっていうをその意識するって意味でこの読みの違いっていうのがあのなんていうのあのあのいろんなゲームの話しちゃうんですけど、今のもうルーレットを回して今ルイさんと僕で赤か黒かみたいなこと言ってるんだけど、そろそろ球が止まる頃なんですよ、うん、そうですね、うん、じゃあ本当にどっちの目が合ってるか分かんない、うん、カランって言うんですよ一個入ったかと思ったらカランって横に描いたことにもう価値があるっていうか、うん、つまりまあ若干ほらあの天理とかの時にあの将棋で負けた時もいろいろガチャガチャやりましたけど、はい、要はやっぱりそういう際問題ってずっとあって、うん、で今ここまで来たねってところまでは言ってて、うん、もうそろそろ本当にここは制度決まりどこなんですよね、うん、でもさっきギーさんが言った通り本当にここでボム使っちゃった場合ってなんだろうな本人ルールみたいなものが一番書き換わっちゃうんで、うん、そうなっちゃうとまたゲーム変わるなと、多分本人ルールだけの問題なんですよ、うん、まあそうですね、本人ルールだけの問題で、うん、周りは別にそうなったところで、うん、そうなったなりにしか世界動かない、周りは結局相変わらずケイマすごいすごいって言ってくれるかもしれないんだけど、うん、本人の中で何かが変わってしまう可能性がある、あ、それはありますね、僕のところでも若干もう危なかったですよね、
その辺のえ何で危なかった入ってごまかしてましたけど、ごまかしですが、なんか整理して、はいうん、あそこも結構アウト寸前なところありましたけど、うん、まあもっと生きてるところありますね、うん、時間もそのなんていうの外部的状況っていう状況が押し迫ることによってね、だからこそ今まさにそのノーラとかハクはやばい目に遭ってるわけで、そうですね、どんな状況がとにかくケーマの内面だけで済むような状況を超えてってるってことですよね、うん、サンデーもう一つやっぱり眼根ですか、そしたらじゃあ眼根なんですか、とりあえず、あつか眼根もそうだけど、まず無修行が、はい、何いて、うん、あいつが中米なんでしたっけ、何の話ですでしたっけ、誰が言いたいんですか、無修行の主人公の名前って何さん、なんだろう、ジンベイでしたっけ、あジンベイさんですね、うん、あの彼がとにかくあの変な変身した時あったじゃないですか、ありましたね、あの時俺もうすげえがっかりして、うん、あんななんだこのビジュアルみたいな、なんか書き込み足りねえし真っ白白助だし、うん、これなんかとか見せたいなみたいな冗談みたいな、こんなデザインセンス俺は認めないよみたいな感じになってたんですけど、はい、なんか今そんなんだ、その時は本当に僕の中でやばいって思ってて、ずっとやばい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 、こんなキャラそのまま持ってかれてもつまんないつまんないって思いながらずっと読んでたんですけど、はい、なんかそれをスッて消して、うん、今この支柱モードにもう一回入った時の流れがうますぎて、うん、じゃあ良かったんだなみたいな、なんかマイナスで良かったのか、うん、親父殿が出てきただけで空気が戻ったんですごいなと思う。そうですね、いやなんだろう、確かに僕もルイさんの言うところは分かるっていうか、うん、ジンベイ君ってそういうものが何にもない人だから、うん、そのなんか突然パワーアップするという要素が何にもない人だから、うん、いいと思ってたところがあるんだけど、うん、そこがずれましたよねと思ってて、うん、あのなんかそんな秘密とかなくていいのに、そうそう秘密、うん、こんななんかスーパーサイヤ人みたいになるモードがあったら、それはなんかあのいざという時はあれですよ、ね、スーパーサイヤ人っていうか本当にドラゴンボールに売ってるところの大猿ですよね、ドラゴンボールによるところの大猿だし、ハーメルのバイオリン弾きによるところの魔王家ですよ、うんうん、そうですね、うん、で多分魔王家なんですよ多分これって、うんうんうん、で、うん、そうなんだけど、うん、それいらないって思ってたから、そう僕もいらないって思ってたんだけど、これ何か一体なんでこんなことをしたのか、そういう不思議ではあるんですけど、うん、あやっぱりだからそれはこの先のもうちょっとスケールがでかくなるじゃないですか、うん、一つあの仮説ですけど、うん、まあスケールの話は当然あるんですけど、うん、仮説としては、うん、虫奉行様を、ヒロインの一人にちゃんと据えるには十兵衛の方もちょっと人外になってことあった方がバランスというか次はそうかな、いや僕がね一番思うのはやっぱりこの作品ってもともと大きなスケールを見てて、うん、そうすると敵の強さも当然インフレしていく中で、うん、じゃあジンベイが今の地続きのままでどこまでいけるかって、多分人格的なものは全く変わらないんだけど、うん、まあこのままじゃついてこれないだろうって、だからこの下地なんですよね多分ね、あの下地なんだけど、ねうん、僕らがこれを見た瞬間はいやいきなりこんなことやられてもって感覚を持っちゃったとかありますね。あのですね、考えると逆に人外になったことで、うん、今の十兵衛のままあの変わらずに最後までいけるのかな、ジンベイ君ね、ジンベイね、うん、ジンベイね、いや変わらずに最後までいけるっていうか、うん、僕もこれなんていうか一つ、まあそうだったらしょうがないねと思ってるやつが一つあって、うん、決戦の場所が宇宙空間だったらしょうがないなと思ってるんですけどね、この設定、うん、それはなんか、うん、あのなんていうの、江戸時代の人が宇宙空間で戦おうと思ってる、つまりあの虫たちって、僕 そうすると地球外生命、うん、飛来種なんだけど、そいつらと戦おうと思ってたら、江戸時代の人がですよ、うんうん、戦おうと思ったらそれはいるよねっていう意味で、うん、あのこの設定が、うん、じゃあそれが起こると、あじゃあしょうがないねって思うんだけど、単に単になんていうか強くしたかっただけですみたいな設定だったとしたならば、ちょっとがっかりしてしまう。ただ僕はそうじゃないかなって思ってますよ、うん、なんて言うんだろう、やっぱりどうやってもこう鍛錬自体は、だってもうジンベイ自体はずっと鍛錬してきてるわけで、そうですね、うん、その積み上げっていうのはもう全く彼のそのキャラクター生成をする上で否定できないから、ってことはこっから鍛錬でいきなり劇的になるってこともやっぱ考えづらいわけで、うん、その上でやっぱりちょっとこの超能力っていうかスーパーパワーを利用するぐらいはまあ許してやってもいいかなぐらいの感じで、うん、僕は言いますよね、超成長をしてしまわないように、うん、逆に超パワーを
あれなんかなっていうのはありますね。難しいところで、要はここのこの白くなった状態を、うん、例えばコントロールするみたいな、なんて言うだろう、うん、この暴れモードを意識を持ったままやるみたいな話になっちゃうと、うん、ちょっとそれは血が強くなっちゃうんだけど、うん、要はその強くなる根拠のレベルっていうか、うん、そういう素質をもっと人間として生かすみたいな話にする分には、全然ありかなと思ってるっていうのかな、うん、そういう感じで、とりあえず、あっさり日常に戻ってこれたので、とりあえずすごく安心しました。そうですね。それが一番大きいです。逆には、でも、親父さんが出したってことは、要はほら、この白い人種って、普通に考えた場合って、まあ、要はやっぱり親父とこのジンベイって血がつながってないよねみたいな推測が当然出てくるんで、そうなってきますね、はい、わけじゃない、まあ、そうなってくると、でもで多分親父さんもまああの感じビルに寿命が短いっていうか、うん、まあ戦えるのはすごいあんまり時間が限られてる状態ですよね、うん、まあ、あとどう見ても左もなんかものすごく足支えてますしね、いろんな木とか使ってね、え、うん、なんかとにかく動きもないし、ね、だからそうやってなんとか彼にそういうこれに耐えられる何かを与えようとしてやってきたんだと思うんですけど、はい、まあ、だからこの辺うまく使ってくれれば、確かにね、この辺のこういう白いやつみたいなギミック何もなしでやってくれるっていうのを期待してたんですけど、うん、まあただこのままでいくとどうやってもそのなんていうんだろう、うん、自分自身が人命自身は強者にはなりきれないっていうか、うん、そうですね、まあでも、うん、どっかでみんなが認めてくれるヒーローにはなれるんだけど、この作品のスケールがこのまま拡大してた場合これにはなかなかついていけないっていうところがあって、うん、いやっていうかよくよく考えると親父殿があんな虫一周してるから、一応なんか人間パワーであそこまではいけるんだよねっていう、まあ、あそこまではいけるんですよ、うん、ただそこから先がないとこの パワーアップの意味はないよねとは思いますけどね。虫奉行さんがまさにあの向井に対してあいつも虫狩りなのかみたいな話したじゃないですか。しましたね、うん、だからあそこがまさにそういう話っていうか、まあこれって虫狩りっていうのは、要はさっきから言ってる通りドラゴンボールで言えばサイヤ人の血ってことなんですけど、そうサイヤ人かって言ってるんだよね、うん、だから別にサイヤ人との根血であることを悪いとは言わない、少なくともただ読み方を変える必要があると思ってて、うん、要はその都市空間だったジンペイさんの魅力、ただでも読み方を変えるといってもそれはあくまでその強さに届くための手続きに過ぎなくて、うん、本質的に今回のその一気に市中の話にパッて戻れたってさっきからリーさんもおっしゃってますけど、はい、っていうところとか、あとその元々のそのジンベイの性質によって周りの人が影響を受けて、うん、まあ、ただ虫奉行も寄ってきた、あとその将軍家の人もやってきたみたいな、今回の祭りもそうですけどね、そうですね、そういう風な図さえ保っていけるんだったら、うん、まあ、別にその手続きだけを取り上げてうんぬんっていうことはそんなにないんじゃないかなとは思ってそうですね、うん、はい、虫奉行さんも可愛いっすね、なんか。可愛いっすね。だから、本当、虫奉行様とあの、うん、ロマンスができる状態になっているのがとてもいいなと、うん、いやなんか、いや、はい、最初、おはるちゃんが、おはるちゃんがおはる無双をやってる頃は、おはるちゃんしかいないだろうと思ってたんだけど、うん、虫奉行様が出てきたら、虫奉行様いいじゃんとか。逆に言えばあれですよね、あの仲間の花火ちゃんがもうちょっと。あ、ひばちかな。うん、ひばち。もうちょい、もう。いや、ひばちちゃんもう見えないっていうか、なんかそういうキャラで置くつもりがないのかもしれないけどね。あれですね、その戦場の相方的、うん、か、そうそう。で、おはるちゃんは抜くたびにちょっとヒロイン度が落ちていくので、いや、でも、うん、いや、おはるちゃんのマイチング度はしょうがない。うん、とりあえず。ヒロインとして認知すべきですよね。ヒロイン度が落ちるという、ちょっとかわいそうな話ですよ。そうそう。うん、いや、あれがおはるちゃんの、あの、なんていうか、キャラだから。そう、他の人が武器を振るうのと同時に、そうそうそう、彼女は脱げると。うん、全く問題ないです。ベクトルが違うだけなんで。彼女は脱げるとか言ってもうちょっとこうなんか脱ぐのはジンベイのいるところだけにしていて確かにジンベイがいないところで脱げてるとねどうなのよっていうかこれですからね虫がなんか何してんだっていう感じなんですよ虫が何してたってあれきっとあの美味しく食べるときになんかこう不純なこあ皮むいてたんですね、あのみかんの皮で一個一個やってるの目がいたらしくてねいや素晴らしい話です、ね。多分なんか虫奉行様がこうなることはほぼないと思ってるんで。そうだから体質として聞いていいというか。逆には虫奉行というキャラとこのおはるちゃんというキャラがうまいこと綺麗に対地状態にあるの対地状態なんだろうか露出度においては少なくとも真逆かと、うん、だって虫奉行様って本当露出とかじゃなくて表情と、うん、なんかシチュエーションというかそのかわいそう立場だけでこう生きるキャラなんで、うんうん、それはいいですね。だって虫奉行様 の涙が出るカットとか、うん、まあ、目うる最後にふって言った時にうって思いましたしね、そうですね、まあ、かわいさの差はありますね、うん、そうですね、うん、虫奉行様眼根ですね、眼根頑固ですか。サンデーはもう頑固なんですけど、サンデーは、今サンデーって言ったら頑固ですよ。まあ、僕はね、あの正直アナグルモールとかも好きなんだけど、はい、ただね、頑固もし読んでない人いったら読みましょう。
やばいですこれ。面白いですね。いや、もともとね、そういう速度感とか、うん、そういうものに関して全く問題がない。まさにほら、最初からあの植木の法則みたいだとか言ってたじゃないですか。うんまあ、まさに本当にその期待の通りには言ってるんだけど、うん、もうね、二眼の持ってき方がうまい。あ、もう二眼が最高。二眼が最高。二眼、おかしい二眼。でも今週見ました、二人とも今週。うん、今週見ましたよ。もう二眼最高ですよ。いや、参りましたね。参りましたよ。あの、お湯を直しっていう発想は確かにある。うん、あった、あった。そこまではあり。うん、いや、なんだけど、うん、例えば、妄想シチュエーションをつけて、それによって力を増させるっていう。意味がわかんない。だいや、だから、あれ、なんか、あ、二眼のパワーで、あの、なんていうか、発動するまで、あの、敵の方は小芝居見てなきゃいけないんですよ。いや、でも見るよ、これ。しばらく小芝居見る羽目になるんですよ、この二人のなんかイチャイチャを。リアルティレベルが最高ですよね。要はね、一眼って何かっていうと、要はその何、うん、限定能力みたいなもので、どん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 力が増すごとにやれることが増えていくってことで、うんまあ、一眼、あの、いや、応用聞きますもん、二眼。二眼って要は、変身能力なわけですけど、うん、二眼の難点って、あ、ごめんなさい、二眼の難点って、三眼どうするのってことだけですよ。だから二眼で終わりじゃんと思ってて。制服になれた結果、中学校に行けるようになったじゃないですか。うん、まあ、それ自体で、あのところ、あの鍵みたいなもんだねっていうか、うん、ドラクエ2における銀の鍵みたいなもんだねっていうか、そうですね、なんかそういう移動範囲が広がっていく魅力みたいなのが、うん、その二眼の変身能力っていうのにあって、ね、だから、はい、移動魔法みたいなもの、なんていうの、トラマナみたいな魔法っていうか、はい、ムーラみたいな魔法として、もうある程度二眼ってそれだけで使えるねっていう判定はもうあったんですけど、ありますけどね、小芝居が素晴らしいですね。そうそう、敵がもうドキドキして見てるコマが最高です。魔法強いで変身したものに応じてシチュエーション、防衛シチュエーションを作って、はい、それによって攻撃力を上げるっていう、なんか小芝居付きアイギルドみたいな機能がついたんですけど、はい、あれ素晴らしいですよね。びっくり、分かる分かる、ガチャみたいな、びっくりドッキリメカに匹敵しますよ。うん、びっくりドッキリメカに匹敵しますよ。ちょっとあ、ちょっと待ってください。バリエーションが多い感じなんですけど、うん、ちょっと待ってください。眼光よく知らない人のために説明すると、今ちょっとここで映ってる後ろの巫女がイサナさんっていうヒロインの女の子で、基本的に神様なんですよ。で、巫女の姿しかできないんで、で、この主人公とパートナーを組んで、とにかくバトルしようっていう話なんですよね。で、主人公はこの神様であるところにイサナさんを嫁さんにできるっていうか、嫁になるっていう契約で、このバトルやってるんですよね、基本的には。うん。で、なんていうか、二眼って何って言ってるかっていうと、一眼二眼っていうパワーアップの指標があって、うん、うん、なんていうか、まあ、必殺技その1、その2なんですよ。ぐらいなんですよ。うん。レベルが上がると、二眼が使えるって言ってたわけ、あ、二眼、三眼、四眼と、十眼が使える敵も出てきたはずなんで、そう、うん、だからメガの次にあのギラを覚えたとか、そう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 、ギラとかベギラマとか、そういう話かなと思って見てたら、二眼がすでにファイナルって僕言っちゃうんですけど、あの、二眼が何かって言ったら、ね、うん、二眼が何かって言ったら、二眼が何かって言ったら、お色直しって、要するになんていうか、嫁さんだから、お色直しをするんですよね。うん。それが、今まで巫女姿しかできなかった、このイサナさんが、なんか、女子高生の姿になったりとか、なんかいろんな姿になるんですよ。単に移動魔法っていうか、本当に環境が広がるためだったんだよね。うん。パシャマは参ったな。うん、そうそう。あの、制服姿になったら学校に行けましたとか、そういうこと言ってて、ああ、便利便利とかって。そう、これだけでもう OK だなってね。ある程度、もうこの時点で二眼の僕らのその漫画読みとしての判定は、オッケーというか、うん、かなりオッケーというか、うん、大オッケーぐらいの感じだったんですよね。そうそうそう、うまいって感じだったんですけど、うん、もううまい超えてきましたね、今回、ね、うん、見てたらなんか、うん、いや、それで二眼の真の力何かっていうと、こう、うん、なんかこう、そのイサナさんがなんか、あ、エプロン姿とかになって、こう、うん、なんかこう、変化した後に、こう、お帰りなさい、あなたとか言って、うん、小芝居を始めるんですよね。そうで、そういうと、その一眼の能力である、うん、その思いが強まるほど、その、うん、あ、網が、糸がこう、どんどんどん太くなって、攻撃力が高くなるみたいなね。主人公が、うん、要は言っちゃえばあの、妄想パワーが強ければ強いほど、あの、うん、強くなるっていう、横島みたいなキャラクターなんで、そうですね。妄想スリーパーの、うんうん、それがなんか、それに対して、なんていうか、イサナさんがちゃんとそれを分かってて、いろんな小芝居で、その、主人公のやる気をね、こう、上げてくれるんですけど、それがいちいちいいんですよ、こう。ですね。だからこれはきっとイサナさんはいっぱいテレビとか見て研究してるんですよ。研究してますよ。研究してるところがいいんですよ。で、ヒルドラとか
そう、ヒルドラとかでね、うん、そう、そういうことだと思うんですけど。研究してるし、敵も敵で、小芝居の意味がわからなくて。そうそう、だから、この、ここで敵がね、小芝居を見てくれてるっていうのは、うん、今の状況での眼魂のバトルリアリティみたいなのを担保してて、うん、だからこれは要は変身中に攻撃しないようなマナーだと思うんですけど、これがひょっとしたらそのうちに二眼を許してくれない敵って出てくるかもしれないんですけど、うん、現状ではこの2眼と1眼だけでほぼなんていうか無限サイクルみたいなものが整ってて、うん、だから3眼いらないよねっていうか、うん、だって妄想を高め続けて1眼で攻撃すればもう OK じゃんみたいな話になってて、ね、今週取り込んでないからお見せできないのが残念なんですけど、今週の2眼はパジャマ姿で現れて、はい、なんていうかこう、あ、新しい枕のせいか寝つけなくて忙しいのは分かってるんじゃが、今日だけは腕枕で寝かしつけてほしいとか言ってダメかとか言うと、おなんか何を言ってるんだ伊沢さん、腕と言わずに俺の全身使ってくださいとか言っていきなりこのなんか腕にまとわりついてるこの赤い糸が極大のデカさになってメテオインパクトとか言って、じゃあもうこの時点で最終兵器じゃんと思っちゃって、やっぱり最初思ったんですよ、その思いのほどにそのどん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 この糸が太くなって、うん、はい、防衛力も防衛力もなってると、ね、うん、まあ、確かにギミック的にはいいんだけど、うん、まあ、本当このワンギミックで果たしてどこまで押し切れるのかと、うん、これをもうちょっと考えると、やっぱりさっき言ったウェイキの法則じゃないけど、はい、本当ワンギミックで押す戦いって結構そのアイデア力とかいろいろいるし、はい、いけんのかなって思ってたんだけど、まあシチュエーションプレイ絡めてこられるとね、うん、どうにでも広がるっていうかね、いや、うん、まあ、言っちゃいましたわ、うん、2眼で終わってるじゃんっていう、これ2眼の完成度が高すぎて、高すぎて3眼想像できないよっていうか、うん、その3眼どうするでしょうね、やっぱり三眼はやっぱりこう三眼なんかマイホームが立つとかそれぐらいになってないとなんかとりあえず曇りそうな気がしますね、なんかね、狭い空間とかに、うん、それぐらいの感じじゃないと三眼追いつかねえよっていうか、そっち側ばっかり行っていくとどんどんやばくなってくよとか思ってて、じゃあ二眼で止めとくしかないじゃんとかね、お見せできませんみたいになってくる、うん、本当にお見せできないレベルまであり、ありえないけど、なんか、二眼の方向性がちょっとすごすぎてね。この21世紀、もう10年も経とうっていう頃に、うん、こんなちょっと、発明的な漫画が生まれるとは思ってなかった。いや、ファンとしては本当にさっきからリリーさんも横って言ってるし、うん、なんか本当にそんなに驚く何かがあるわけじゃないんだけど、うん、その求められてるものに対する回答の仕方がめちゃくちゃに高い精度で書いてくる、うん、あの一話一話の精度の高さがもともとすごい漫画だったんだけど、もともといい漫画だから植木の法則とか言ってたんだけど、うん、あここまでは読んでなかったよって話になってて、さらに通ったよ、うん、いや植木の法則とかの僕らの間ではロベルト十段編とかそこら辺すごい評価してるわけですけど、あのやっぱり苦しかったじゃない植木くんの能力って、うん、ところが眼魂の二眼は夢が広がるんですよものすごい夢の広がり方なんですよこれ。何かちょっと本当にあの80年代ぐらいの漫画の、うん、ポテンシャルを感じる。そうですね、だから本当さっき言ったまさにタイムボカンって僕もタイムボカンって思いましたけど、でもやったって結局ほら3号まであって、うん、まあ3パターンであとそこから出てくる先が何かって感じだったんですけど、うん、今回3個じゃないですからね、うん、こんなコスプレなんて言ったらやったもし何号まであるかわかんねえぐらいの話だって、そういやいや参っちゃいましたわって話ですね。そうですね、うん、これいやだから難点があるといえば二眼で終わってんじゃないっていうまあでも終わっていいっていうか、二眼自体のプレイヤーが深いから、うん、例えばですよ、勝脇先生の二人ユッキが500話続くわけですよ、はいはいはい、まあね、うん、まあそれ考えるとね、二人ユッキがなんかもうじき終わるらしいっていう噂が、え、本当ですか、考えて、ああついに終わるんだ、ついにちょっと小種がつく、うん、まあね、うん、あの話って妊娠したら終わりだからね、多分そういうことなんですよ、ここまでこなしなんてどうなのかなしになってるんで、うんうん、あ、何か治療でも受けてるんですかそういうことですよね。そういう話ですか。まあいや、できなかったんですかぐらいの話です、ね、うん。まあ二人エッチの話はいいとして、うん、まあそんなわけでとこの少年サンデーで、うん、眼魂何みたいな、うん、何というか。いや面白い。いやとにかく面白い。サンデー、あの眼魂ですよ。うん。というか面白い。まあ、サンデー本当に今面白いです。そうですね。うん、なんかやっぱりから伊佐野さんでやっぱり前から一番最初から言ってることですけど、うん、やここまで来てもやっぱり巨神を犯さないこの姿勢、うん、作者。姿勢今回もちゃんと最後に巨神になっちゃいましたし、うん、あ倒れたらね、うん、そう倒れた時に伊佐奈さんのまま倒れてハーハーってなるんじゃなくて、うん、ちゃんと倒れたら巨神になってるこの徹底だ、うん、あそうそう、うん、もう一つ重要なのが今なんかこう嫁さんだ嫁さんだって浮かれてるんですけど
この人なんか女かどうかっていうか人間じゃないのが確定してるし、女かどうかもちょっと怪しいという状況、神様に性別があるのかどうかも分かんないですからね。なんていうか、あ、そのあ、そんななんか少年の夢を打ち砕くようなオチはないと思ってはいながらも、ちょうどあのアニメで俳優でやってますけど、ね、ああいう存在なんですよ、うん、そうね、これ似合うこと可愛い姿してるんだけど、可愛い姿してるんだけど、本質的には何が入ってるかわかんないんですよ、うん、そう。でもね、ニャルコさんを見れば見るほどこのガンコンという作品の素晴らしさが逆にわかるっていうか、うん、なんか要はだってニャルコさんってあれでナイアガラホテップだから、ちょっとこうなんか警戒しちゃうっていうのがあのツッコミの根本的な観点の、はいはい、なんていうか構造になってるわけですけど、うん、この人そうだと分かってたまんまもうそれでも、うん、って言って迷わない、迷ってない、この主人公気持ちいいですよ、さっき言ったようにだって、いやつまりなんか騙されてないんですよ、うん、すごい勢いで今パワーアップしてるんですけど、うん、なんか説得力がありまくりなんですよ。そうですね。あ、こいつはそら強くなるって。強くなる男で。しかもこのなんか妄想力というか、うん、思いの力、うん、そう、あの跳ねのけてますよ。というもので強くなるんで、うん、なんかその思い込みの強さだけを描いていけば。うんどんどん強さに説得力が、ね、もちろんですけど、このなんていうんですか、さっき言ったそのさっき LD さんも言ったけど気にしないっていうか、そのまま突っ走るっていうのって、うん、ちょっと漫画的にフォローできるっていうか、例えばその何このさっきも言った伊佐田さんを巨神状態にしないで、伊佐田さんを女の子状態を通すことによって、うん、なんていうか視聴者っていうか読んでる読者の目をそっちに誘導することってできるんですよ、できますね、つまりそういうものだからそう応援してるって、うん、でもよく考えてるこの設定って本当巨神じゃなかったみたいなツッコミはどっかに出るんだけど、うん、漫画がそれを追わないからそのうち気にしなくなるみたいな、うん、できると思うんだけど、まあなんていうかこの作者って読者も一緒にこの領域まで持ってこうとしてるようなところがあって、そうっすね、なんかこの主人公を見習って俺たちもここまでいかんといかんのかなぐらいな感じになってて、え、そうっすね、いいじゃんこれでっていう、うん、いやなんかなんだろう何か問題があるのかわからない、いやなんかこう窓かまきかじゃないですけど、このなんていうかこの可愛い女の子はこう私と契約してバトルやってよとか言われたら乗ってみたけど実は女の子じゃなかった契約違反だみたいなこと言いませんからね、うん、なんか分かってますからねこいつ女であるっていうこのシチュエーション今を大事にしてるんですよ、ね、そう、うん、いやこれはだから生きていく姿勢として正しいというか、うん、今が大事みたいな、うん、だってそんなこと言い出したら確かにだってね、極論言えばどんな女の子だってそのうちホネックとカーンドとかババアさんになるわけですよ、はい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 、だからこれはある意味では一つの象徴、あ、素晴らしい、そんな言い方されるなんて、うん、うん、だからこの今をめでるっていうか、うん、その今ここにあるものを認めるっていう気持ちって、あ、なんか、うん、さんとか超えてきますよね、あ、うん、確かになんか添い遂げられますね、うん、そう、あれ、あ、この首、あれ、あれ、あの巨神でいいなら、うん、どこまでもいけますね、そうすればこの時の記憶が残っているからそのうち、まあ、老夫婦にもなれちゃうわけですよ、うん、要はこの時の良さを担保してるからね、うん、なんかまあ眼光はね、まあ、いろいろすごいんですけど、今こんだけあの伊佐田さんが可愛くて伊佐田さんに、うん、あの主人公がどんだけ惚れてるかって言ってるんですけど、うん、別にこの主人公実は伊佐田さんじゃなくてもいいんですよ、そうですねひどい話なんだけど、うん、あ、でも出だしはそうなんだけど、というか初期世代はそうなんですけど、今は、まあ、分かんないけどね、これからどうか、あ、いやいや、あのというより主人公基本的になんていうか彼女欲しいで生きてた人なんで、いや、ただし現れたらもうその子一筋で行くって決めてた少年だとは思いますよ、基本的には。つまりね、ずっと恋愛型とかに縁がなくって、うん、そういうものに対しての憧れを持ってきたわけじゃないですか、うん、だから確かにギギさんが言うと誰でもいいんですよ、スタートはね、うん、スタートは誰でもいいんだけど、こうやって関係が出来上がってしまったら、うん、これを尊重するっていうのは彼にとって当たり前というか、だってそれが憧れてきたものだから、うん、これを裏切るってことは彼のその、うん、まあでもそのうちだから本当に仏教を選ぶみたいなシチュエーションになった時に、うん、でも多分、うん、両方選ぶっていうんですよ、絶対。あ、そこで伊佐田さんを選ぶっていう、僕も伊佐田さんを選ぶと思うけど、ただ、まあ、まあ、ちょっとそれは分かんないですけど、あ、ただ、まあ、ギギさんの話っていうのが一つ、うん、いや、ギギさんの話っていうのが一つだけっていうか分かることは分かってて、今出してるんですけど、美咲さんでしたっけ、何でしたっけね、うん、そうですね、あのメガネの人ですよね、メガネのライバルの女の子すでにいるんですよね、この主人公が好きだって言ってくれる女の子とか、うん、で、うん、そいつにはなんかあのやっぱりなんか男の子の狐のなんか少年がいるんですよ、うん、だけどどう見ても女の子なんですけど、あ、女の子みたいに見えるんだけど男の子なんですよね、うん、でこの主人公、あのいろんなシチュエーションでこの3人が3人とも
に攻められてて、よがってたんだよ、この主人公。うんうんうん、だから、何でも OK なんですよ。だから、なんだろう、根本的なところには、本当、例えばうるせえにおける当たる、うん、当たる的なところがあるとは思う。だから、どこまでも、例えば、ウハウハのシチュエーションがあれば喜ぶし、うん、ちょっとなんかいい目に遭えば、当たる横島、横島君に近いですよ、やっぱり。うん、サンデー本当に、サンデー主人公の、一つの、系譜の最先端、そうですね。いや、横島君に近いと思いますよ、なんか、うん。恋人とかそういうこと言ったら一人っていうようなか結論にポンとなるんですけど、あ、だからじゃあ横島君っていうか、うん、僕とか LD さんに通じるので言えばやっぱり瀬戸の花嫁の長澄さんとか、ね、そうですね。じゃあなんか、うん、他になんか可愛い女の子がいいよってきたら嬉しくないのって言ったら嬉しいっていうか、もう、うん、ウェルカムですよって感じなんですよね、この子ウェルカムです、うん、それがそれでも平気でパワーアップするんですよ。そうパワーアップもするし、いや、うん、いや違う、いや嬉しいし、うん、どんどん喜ぶし、それも力になるかもしれないんだけど、うん、じゃあでもさっきのそこで僕らとギギさんとか、最終的にはそう最後にイサラさんって言い切れちゃうっていうか、だってそんなの、うん、イサラさんそういう最終的にそういうシチュエーションになった時にどういう、うん、あの絵が出てくるのかって、あ、そうだね、それ気持ちいいシチュエーションとか、だから今結果はともかくとしてギギさんの言ってるようなシチュエーションを突き詰めたものは今後絶対出てくるとは思ってる。つまり、うん、もっと魅力のあるメガネちゃんじゃ済まないぐらいの、うん、なんかそれこそ彼女のフェロモンとかそういうレベルのなんかが出てきて、それでもどっちを選ぶのって話になった時に、うん、この巨人であるこのイサナさんのか、うん、巨神に行きますかとかね、うん、でもね、あの言うより巨神のなんか得体の知れない女の子でも OK っていうのと同じように、やっぱりあの狐の男の子でも OK っていうあたりがこの主人公の懐のでかさを表していて、すごいよ、ね、なかなかここまで来た男の子ですよっていうか、うん、男の子になんか肉球でキュッキュやられて、それでうんこれはいいとか言ってるやつですよ、うん、こう なんかこうポテンシャルのでかさが、器がでかいですよねこの人ありますねって思ってる。彼の歩みだから主人公やっぱりね、これって本当物語の原点というか、うん、主人公が魅力的で、この主人公が何て言ってくれるかを楽しみに来たら、うん、もうそれだけでほぼ何が転がってきても楽しいっていうか、長澄さんって言ったのも分かりますわ、なんか、うん、この子器でかい器でかいさそう器でかいんだけど、最後はちゃんとミクロに帰ってこれそうなところも含めて器でかいさ、うん、だから要はその器のでかさっていうのが要は1万人受け入れますっていう、全員俺の嫁ですっていう器のデカさじゃなくて、うん、最後また引きんなとこに帰ってこれちゃうようなところも含めて、あ、はいはいはい、うん、まあこいつは器でかいさ、うん、やっぱりでもそれはそうなんですよ。だって本当今眼根とあの紙尻があって、うん、あのビーブルースとかも、はい、結ぶ業とかも面白いし、ね、うん、あの世間的には銀のサジが盛り上がってるし、そうね、あとひげ始めとかあるしね、うん、ええ、別にひげ始めとか大事どうするって感はありますがなかなかいい状況になってます。そうですね、あのなんだろう、まあとにかく紙汁が佳境、眼根がとにかくなんかおすすめ、おすすめ、うん、おすすめ、この2本は本当今サンデー、そうですね、でサンデーっていうか、多分今少年漫画、週刊少年漫画の中で眼根って多分今一番ホットというか、まあ間違いないです、うん、そうですね、で、うん、いや囚人陸が今ちょっとあの助走段階っていうか、囚人陸も面白いですけどね、あの本当に嵐の前の静けさをやってるんで、うんうんうん、この後に多分ガーッとくるんじゃないかって予感はあるんですが、うんうん、まあ今がとりあえずこの3ヶ月って話だともう眼根がだと、うん、そうですね、あとで面白いですわ、あと持ち奉行と僕マギとか今ちょっと変わってきてるんで応援してるんですけどね、うん、まあちょっとそこはそこぐらいで言っといて、マガジンに行こうかなと。マガジンでここ3ヶ月って何ありましたっけ？ハッピープロジェクト。ネギマ終わっちゃいましたね。ネギマの話からいきます？うん、ネギマはもう散々話したんで。俺たちで行くらいからですけど、やっぱり。いないことはあります。あ、というかルイさんの意見があればちょっと、うん、ラジオで相当話したんですよ、うん、いろんな人が言ってたと思うんですけど、やっぱりどこかでこう、でも最終回が僕は結構良かったと思ってて、うん、なんだろう、最終回がもうちょっと淡い感じになってたら、なんだろう、やっぱりはしょっちゃったんですねっていうのかな、うん、そのもうちょっと描ききることに、こういうのは地続きであることに価値があるのに、うん、まあそこはしょっちゃうのってどうなのっていう指摘ってやっぱりどうしても残るし、それは多分どっちにも正当性があるっていうか、うん、それは否定しきれない事実だと思うんですけど、うん、でもなんか最終回でいっぱい書いてあったから、要はそのそれぞれのその後についてそれしっかり書いてあったから、うん、はい、じゃあビジョンがあるんですねってことだけ示してくれたから、僕の中で満足っていうか、あ、まあ、終わってないと思ってるんですけど、ものすごいぶっちゃけると、うん、またそのうち多分読み切りとかやるんじゃないの、うん、ぐらいに思って、そのうちですよ、税込み的なコンテンツとかして始めますよ
なんか作画体力が余ってたり、なんかもしくはアシスタントとか使っていきなりなんかこう J コミコンテンツとして、まあ、本人書かない可能性も高いですね、確かに。そうそうそう、だからと思ってますけど、まあ、ただやっぱりその後やっぱり最終回が本当に良かったと思ってて、うん、やっぱりああいうビジョンがありますってことを示した上でやらないと、確かにずっとやり続けなさいってことは思ったんですけど、ピリオドを置いたっていうのがすごく大きくて、じゃないかな。なんだろう、僕もなんていうかネギマギギさんが言うみたいに別の話っていうか、なんかもう一回なんか作ってもいいんじゃないかとは思ってるんだけど、ちょっと一つだけ思ってることとしては、ちょっとなんていうか設定的に話がちょっと広がりすぎちゃったかなっていうか、あまりにパラレルワールドが簡単に生成できる世界になりすぎちゃったのが、今ギギさんが言ってるプランとして難しくなってるかな。もうちょっとなんかあの世界線って言っちゃいますけど、世界線の一本軸がもうちょっとはっきりしてたら、僕って昔からネギマアポカリプス編が見たい見たいって言ってた人なんだけど、それは何かっていうと、チャオが戦ってる世界が見たいって話なんですけど、あ、それはだから、うん、やるなら別マガとかで、あ、いや、で、作が別の人でとかやるんじゃないかなとか、いや、だから、ネギマっていう今終わった作品のことを語る上で、うんうん、だから、ギーさんが言ってるのは、ネギマっていう物語のポテンシャルの話ってあってね、うん、だから、やろうと思えばやれるとは思ってるんだけど、うん、だからそれはなんていうか、やらないでほしいとかそういうふうに思ってるわけでも何でもなくって、でもちょっとこう終わった時にものすごい無限にパラレルワールドが生成できる世界として終わってってしまったんで、そうするとなんていうか、うん、物語性として、なるほど、物語モチベーションみたいなものがちょっと確かに低くなるっていうか、多分ペローニュさんが言ってたのもそれと同じ話で、大冗談に構えた大きい話はできないなっていうのは分かります。それぐらいかな。小粒の、本当に一人一人キャラに焦点当てた、小粒のちっちゃい話だったらいくらでも書けるはずなんで。そうですね。でも書けるって思ったのと同時に、じゃあそれが書けるぐらいのそれぞれのキャラポテンシャルがあるのかって考えたときに、そこまで達してるキャラって全員ではないですよね、多分ね。でもこういうのって、いいよ、描いてる時に考えたってあって。うん、まあ別に、例えばもっとクラスメイト全員を なんていうの積み上げるとか、うん、ちょっと遠大な目標があったところにはちょっと届かなかったなって思って、まあでも、なんだろう、世界自体がものすごく広く出来上がったんで、うん、なんだろうな、一つの、なんでやっぱりあくまでクラスメイト31人女の子とかそういうところから始めたものとしては、まあもうとんでもないところまで行っちゃったねってところはあって、だからそれは本当になんか緩く横に広がっていく話を本当に年に1回なり2回なり、テル先生みたいな感じで、ひょっと戻ってきて書いて、ただ僕はね、それは今可能性としてあるとは言ってるんだけど、そんなにないんじゃないかとも若干思ってるんですよ。わかんないですけどね。でもつまりここでは広がりうるってことを示したことがもうちょっと若干画的な勝利になってるっていうか、はい、ちょっとすごい広い世界になりすぎちゃってて、まあ言うとりなんかのどかとゆえのダーティーペアみたいな話やってても楽しいと思うんですけど、できるねとも思うんだけど、なんだろう、すごい広がりになっちゃってるなっていう。分かる気がする。つまりできると思うんだけど、それをやんなきゃいけない的な渇望っていうか、うん、なんかそういうモチベーションはそんなに乗らないですよね。あ、確かに。なんだろう、世界線1本だと、うん、なんていうか、世界線1本っていうか、すごく収束されてると、うん、チャオがどうやって戦ってたのっていう話とか、ネギ君がその後どうやって英雄になっていくのとか、うん、そういう話が気になるんですけど、無限にあることが示されちゃってると、仮に描かれたとしても、いや、可能性の一つだよねっていうか、そうですね、だからすごい生成力の高いっていうか、うん、すごいポテンシャルの高く、容量のでかい RPG 作るみたいになってるんだけど、うん、RPG 作るというか、物語作ると言った方がいいんですかね、うん、いや、物語作るにはなったから、それは成功と言っていいし、というか、成功と考えないと、他の漫画そんなところはいけねえよってところがあって、うん、そうですね、それはすげえよって話なんだけど、うん、一方で、多分これはできるってことを示したことで、多分ちょっとノルマが済んでるっていうか、うん、できるけど本当にやるのかって言われると、僕は若干疑ってるところがあるっていうか、うん、できるのねっていうところがある。マガジン全体の方針がこれからどうなっていくのかなっていうところにちょっと。あ、でも、先生のビジョンはちょっとマガジン全体とかをちょっと超えてるんじゃないですか、多分この本人。だから、JP とか育てようと思ったら、J コミで。何かを持ってこないと、マガジンちょっと今つらいんで、うん、正直。そうだからなんかネギマのシェアードとかありだと思いますけどね。とかローテーションで回してるのもそうですし、うん、多分そういうなんか狙ってやってるんじゃないのかなっていうところもありますね。でもあれですよね、ネギマが最終回の時、確か表紙が君がいる街かなんかだったですよね。うん、
いや、そうでしたっけ、うん、だから俺ネギマ最終回なのにネギマ、ね、雑誌の表紙じゃないんかいとか思ってちょっとおののきましたけど、うん、違うんだみたいな、こんだけ世話になったのに違うんだと思ってちょっとびっくりしましたけど、うん、あ、だからそこはちょっと雑誌のこの先を育てるっていうのかな、うんうん、だってちょっと逆に言えばほら君のいる街とかだっていつ終わったっていいんですよ状態じゃないですか。いや、何を言い出してるのかわからないけど、だから雑誌全体としてネギマンも終わって、うん、次どうするのかなって時は来てるかなと思ってますけど、うん、あの ちょっとごめんなさい、ちょっとサンデーの話に戻るんですけど、あ、サンデーサンデーの話に戻るんですけど、カルマさんが三眼の予想を立ててて、うん、これ素晴らしいなと思ってて、うん、け、あの結界展開するような能力で2眼を邪魔できないフィールドを作る能力が3眼、それはありだな。いや、うんうん、ごめんなさい、そんだけです。いや、こういう結界で。そうそう。小芝居やってるけど止めらんないって、それすごすぎるなと思って。いや、3眼ひょっとしたら大したことないかもよ。例えば小道具設置できるだけとか、そんなもんかもしれないですよ。こういう結界で、あの、うん、とりあえず今、コスチュームチェンジじゃないですか。はい。そしたらもう今度は周りも、あの、うん、風景も、変えるとか。そういう話があるかもしれない。それ世界が変わりますね。なんか、まあいいや。あのすいません、変なところに戻りましたんで、戻ります。まあ、だから、ネギマに対する絶対的な評価としては、すごい作品だったねと、ただ、うん、まあ、どっかで不満というか、なんかも残るかもしれないし、でも、きっとそういう人の意見の割れっていうのも、きっとなんかそういう大きい作品みたいなところなんだろうな、まあ、とりあえずちょっと本当に今、うん、マガジン、どんどんちょっと主力級の漫画を終わらせに入ってて、うん、次の展開が不透明ですよね。初めの一歩はまだ終わりそうじゃないですけどね。はい、初めの一歩はまだ終わりそうじゃないですけどね。初めの一歩だけはだから終わらないでしょ。うん、終わらないですね。だけは終わらないんで、まあ、あれはドカベンみたいなもんですからね、マガジンによってね、うんうん、ドカベンとかさせて終わるって感じです。こっちカメみたいなもんですから。え、今言ってる主力級ってのはネギマとあのエアギアもあと5周っていう予告入りました、ね。うんうん、エアギアと、絶望先生か。そう、絶望先生、絶望先生とあと GE、 まあ主力級ではないですけど GE が終わりますし、うん、あとブラッティマンデーも終わりましたしね。ブラッティマンデー終わったから、うん、かなり刷新されますね、はい、言うと、はい、いやー、どうするんでしょうね。エデンの檻も正直もう、エデンの檻、サードマンが出てきたんで、うん、もうないですよね、うん、サードマンが出てきたんで、うん、そろそろ大詰めなのかなとか。そうですね、もうやることはあんまり残ってない感じですよ、ね。うん、まあでもエデンの檻はね、なんだかんだ言ってもまだまだ結構まだ1年か2年か、いや1年か2年は続くと思いますけど、うん、余裕で、うん、ただやっぱり何でしたっけ、 LB さんが結構好きなハッピープロジェクト、ハッピー、いや好きなんだろうか、好きなんでしょうか。いや俺は全然どうしたらいいのとか思って読んでるんでLB さんは結構好きなのねって思ってること自体が僕にとっては重要なことなんですよね。そうですね、なんかよだんだん読まずにはいられなくなってきてるんですけど。いや、もともと俺漫画の読み飛ばしとかしないから、はい、だから別にそれはいいんですけど、読んでるんですけど、はいはい、ハオーデンゼロがこのエピソードでまた休むかと思ったんですけど、ああ、続けますね。今のマガジンで僕の中でポジティブな評価を言うことがあるとしたら、うん、あのトマックハオーデンゼロが順調に進んでってくれてるから嬉しい。そうですね、カズヤ編の進みから考えると、カズヤ編、嘘みたいな、ね。カズヤ編考えると、多分今ここね、なんか別の人と行く。中話とかそこらでちゃんとエピソードが終わってる、終わってますもんね。風邪編まだなんか、まあいや、風邪編の話はちょっとやめとこうってことで、選手がちゃんと週刊版書いてるのかわかんないですけど、風邪編たら間違いなくその最初にその純子によって犠牲になる人の例を出して、うん、これがどういうギャンブルで、これによって歯を抜かれるっていうことはどういうことかっていうことをきっと年々と書いていく話ですよね、うん、でもちゃんと一気にゼロがやってきて、でなんだろう、特に前提もなしにゼロがスパッて破っていくことによって逆に純子の甘さとゼロの強さみたいなのを見せられてるんで、うん、いや、歯を抜くゼロは本当最近の福本漫画としては主食の進行速度でもって素晴らしいですよね。いや、だって風編まで終わってないですからね。私だってちゃんとかあれだけやってきて、ちゃん編で3年ぐらいやったんでしたっけ、うん、なんかそんな、うん、で、まあ、終わったと思ったら、何のためにやったんだろうと思ったら、じゃあこの2人を連れてけば安心みたいな、みたいな、うん、そうかみたいな、こういう風にして使うためだったのって分かったけど、分かったけど、それで2年みたいな、本当に。あれこそなんか結界が張られてるみたいに、ずっと小芝居やってるみたいな状態に。そのカイジってもう今までも辛い目にあってきたから、はい、あれぐらいのことを体験を見て、なお裏切らない人を見ることによって、うん、パーティーを組めたんでしょうね。じゃないとほらエスポアルゴみたいにまた裏切られちゃうから、うんうんうん、そういうものを作りたかったんでしょうけど、うん、1からそこまでして作んなよみたいな、うん、どんだけに作ってんだよみたいな話になって、さ2年かけて作るってどうなのそれみたいな、うん、そこは確かに本当問題としてありますけど、うん、でもハオーデンゼロに関してはそこがなくて、なんかキャラを育てるとか、ゼロがとにかく金を一気に稼ぐとか、一気に9億まで行きましたからね、はいはい、
ここで一回また誰かに騙されて奪い取れるとかやられると次にあるんです。いやそれはカイジのノリなんで、そうそうそう、ゼロはそういう脇の甘さはないでしょう、多分。成功し続けないとキャラが崩れるんで、うん、とは思ってますよ。まあ、今回みたいにあのおっさんに預金全部任せるとか結構危ないと思いますけどね。あのさ持ち逃げできるよ。おっさんのミスで確かにあの失って、一瞬失ってまた取り戻すみたいな展開はあるんですよ。あの銀行のなんか後ろとかにゼロが立ってるなら分かるんですけど、あのおっさんに全部預けるってそのうち何かあるんじゃないかなって思って、ふわなんかドキドキしてますけど、こいつ持ち逃げするんじゃねえかなとか。いやおっさん持ち逃げするよね、普通に考えれば。持ち逃げというか、何かこう間違った使い方をしてしまいそうな予感はすごくありますね。うん、今のところはそのまま言ってくれてるからゼロはすごく面白いですね。だから今最近だから本当に例えば AKB49 とか、はい、あの変なライバル出てきたじゃないですか、はい、もうすっげえ嫌いで、うん、いやもうつまんねえって思って最近ずっと読んでるんですけど、うん、なんかこういう安手とか使わなくていいじゃんって思いながら、なんていうとそのアイドルの正当性を立つのに、まあ、AKB49 は本当にやっぱり第1部のプロットが完璧すぎて、うん、じゃあ続けて何やるのってなった時に、うん、ちょっとやっぱり迷走してる感はあります。そうですね。だからそのアイドルとしての凄さを見せるために、うん、なんとかどうしようもないアイドルを作るみたいな論法って、うん、なんていうんだ、もっと悪いやつ出てきたからこいついいやつのメソッドっていうか、うん、もうこの相対化メソッドって俺あんまり好きじゃない、もともと好きじゃないっていうのがあって、うん、だから AKB どうしようとかいろいろ思ってながら、まあ最近ちょっと良くなりつつあるかなと思いつってもいるんだけど、うん、なんかとにかくマガジン全体の中に閉塞感があって、だから僕の中ではゼロぐらいしかグッドトピックスがないっていう、うん、どうするねみたいなところありますけどね。まあ、あと GE がね、すごくやっぱりね、うん、いい感じで、なんか、まとまりそうで。GE はやっぱり目的があるからいいですね。つまり、全員グッドエンディングさせようっていう。そうそうそう。物語の力学がちゃんとタイトルに引っ張られてて、すごくいい。わかるわかる。だから、とにかくグッドエンディングって考えたときに、はい、僕らその読者の一番大前提のグッドエンディングに対する懸念って、要は主人公がいて、でまあ、元カノがいて、先輩が今付き合ってて、でまあ、女2人で男1人で、でもまあタイトル力学から考えて、3人全員がグッドエンディングと言える終わりじゃなきゃいけなくって、うん、じゃあどうするのっていう、ね、女1人で男1人だけど、この先どうなっちゃうのっていうだけで、もうこの時点である程度もう読み物としては勝ってるっていうか、うん、まあそのモチベーションで読み進む中で、今回の話大沼さんもやっぱり見せなかったんだねとか、うん、そういう力学が働いてて、それは確かにすごく読みやすい。逆に君のいる街とかなんで続いて思いながら読めなかったまだやるんちゅう街とか、これってなんか鈴鹿の終わり頃とすごいそっくりで、ああもうなんかうん、なんか君のいる街こう鈴鹿を読んでた時みたいな、このジクジクした感じが流しエピソードを、うん、やっと言いたい、読むたびにと言ってしまうこの感覚が、って思えるだけまだ幸せかもしれない。なんかもうだんだん俺が不感症になってってる怖さが自分がない。なんか同面になって読んでる自分がいるみたいな、うわーみたいな、出てきた新ヒロインみたいな、でまた閉じるんですねみたいな、まあ、あとアゲインですね。やっぱ、まあ、アゲインが面白い。うん、確かにレオちゃんの動きが面白いですかね。うん、あ、レオちゃんね。うん、レオちゃんがいい。レオちゃんいいし、いや今僕団長がすごい好きなんですけど。部長がね落ちたのがやっぱ良かったです。うん。あ、いや部長というか団長ね。うん。団長がね。うん、あれ。ほら団長が顔落ちしたことによってきっとレオが動きやすくなったんですよ、ね。なっているわすよ。うん。なんだろう、団長があんな揺らがなかったら、なんかレオちゃんあんまり動けないじゃないですか、うん、言うと、うん、だから団長がすごい残念な人だったっていうのがちゃんと出てるところが、うん、なんかこの話のミソだなって思ってますけどね、やっぱり、うん、だから結構アゲイン問題って、まあ確かに主人公の中では今回まさに勝負がこれから始まるんですけど、うん、本当のアゲインできたかどうかみたいな、はい、うん、ただやっぱり周りのキャラ、つまりアゲインと関係ない他のキャラたちが結構やっぱりその波紋をやっぱり示さなきゃいけないじゃないですか、うん、要は彼が動いたことによって結果みんなの感情が変わるとか、うん、波がさざ波がどんどん起こるみたいなことを描く必要があって、うん、ってことはやっぱり第三者の動きが大事になるんですけど、うん、やっぱりレオちゃんとか見てるとすごく効いてるねって、しっかり動いてるね、なんかアクロバティックなことやってんだけど、話自体はすごくいい話をやってね。そうですね、本当にやっぱり久保先生ってなんかキャラクターを走らせてるだけでなんていうか面白い作家さんなん で、 そ、 うです、ね、それがアゲインでちゃんで出てるなっていうのが感想ですね、うんうん、残念な子を生き生きと書くのが得意ですね。得意ですね。得意ですね。なんだろう、いや団長となんかモテキあるじゃないですか。モテキの土井さんでしたっけ、うんうん、
なんかそういう名前ですよね、土井なんとかとか、はい、なんか そんな感じの、あの、どれの人、どれの人、モテキのどの立場、一番最初に出てくる人、あ、はい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 、あので、最後まであのなんていうか、あの付き合わされちゃう人で、うん、あのもう一つ言うと、モテキ団長ってモテキ的展開だったら、あの主人公みたいにデブッと太ったりするんじゃないかっていう気がしていてなんていうか、それぐらいダメな人なんですよね、団長って。だから、あの3年後のあのアゲイン前の世界に戻った時に、俺的にそうやって登場する可能性もある、うん、あのだからさすがに、なんていうか、太らせるのはきついという判断を下して、ああいう、なんていうか、なんのおしゃれもしてないっていうか、フードで頭か隠してる、うん、あの、そういうなんか、そういうって見習わないといけないですよね。うん、いや、やったら、水田先生に先にすることができたんですよ。パンティング的に欲しかったですね。うんうん、いや、うん、とか、なんていうか、今言ってるモテ期のなんていうか、あの女の子も、なんていうか、ビシッと決めてるけど、うん、いろんなところで多少残念じゃないですか。うん。うん、で、団長との残念さでもっとすごいっていうところ、レベルまで来ていて、うん、うん、なんか、この人見てて、すごい楽しいんですけど。いや、なんか団長はどこまでも眉毛を細くしないでほしいですよね。うん、え、どうして、どういう、この眉毛大事にしてほしいなと思って、やっぱりこの残念さの象徴としての。いや、そうなんだ。いや、だってほら、気を使い出すと、やっぱり眉を細くしちゃいますから。ああ、そうなのかな。うん。ここはちょっと気をつけてほしいところですけど。まあ、その辺もなんか、急におしゃれしだしたりするのも残念感が。うん、ああ、それも残念かもしれない。しすぎるとか、ね、おしとり状態になるとかね。あ、うん。なんか、いや、最初出てきたときは、なんか、要は、今村くんの、正体不明のなんか憧れの人だったわけですよね、言うと。まあ、幻想をボロボロに剥ぎ取られましたから、ね、うん、キリッとしてて、なんか、あの、なんかやりたい、100万人敵といえども我いかんみたいな、うん、というか、そういうなんか、他の人がどうやろうが自分はこうするんだっていうような、信念に満ちた人で。人生を生きてる人の象徴みたいな形に、うん、で出てきたのが、あの、そうそう、要は今村君自身が大したことなく3年間が終わったっていう実感があって、そうそう、うん、その比較対比としてもしあの時彼女についてったら俺も輝ける人生が歩めたり、要はその輝ける人生っていう前提として彼女がいたんだけど、うん、そうそう、前提自体がガラガラに変わるって、あの人に関わってたら俺の人生も変わったかもしれないと思って、確かに関わったんだ、変わったけど変わったけど、この人何みたいな感じになってて、それっていいですよね、要はその、うん、つまりどっかのルートに入った瞬間気持ちよくなるみたいな話じゃなくて、そうそこにはそこなりの人生があって、じゃあそこ何が変えていくかって言ったら、うん、もうやっぱりそのコミットする意思っていうか、うん、もうそこにのめり込んでもうノラマはもののもみたいな風にやるっきゃないみたいな話になって、うん、そこは本当にこの作品の多分テーマ、あのテーマとして語らないであろう、おそらくこの水野先生のそういうことはあんまり、あーテーマ語らないと思うんで、やっぱりここの作品に込められてる感じって、多分本当人生どこの道進んでもそれなりのあれが待ってるよって話だと、まあ生きてたら儲けもんだよねぐらいの話ですよ。そうですね、うん、それなりになるでしょうみたいな感じでね、うんうん、まあそうですね、なんか あんまりなんかそう割り切った言い方もしたくないんですけど、まあ言う通り、なんていうか、あのルートに入ってれば俺の人生変わったかもしれないって言って、なんか時間戻った時にあのルートに入ってみたんだけど、うん、いや、うん、別にそれはそれでなんか、うん、いいことあるかどうかなんて関係ないよって、足りないと、まあ、あの程度になっちゃうってことで、うん、でまた一回、要は一回失敗したわけじゃないですか、言い方としては。はいはい、一回落ちたという段階で失敗しかけてるわけですよ。うん、でやっぱり必要なのって、やっぱりもうどこのルートに行っても、とにかく全力で取り組むっていうか、もうこれしかないと思って、もう一か八かやってみることだと、うん、まあ、これしかないって言い方か、もしくは、これも所詮一つの遊びでしかないんだからぐらいに思うと、うん、まあ、どっちも表裏とか、どっちでもいいのかもしれないけど、うん、とにかくそうやってやってみるっていうことを、今のところうまく描けてますよね。そうですね、もう、うん、だから、いや、団長好きですし、レオちゃんも好きですね、レオちゃん、なんか、阿部玉となんか、張り合いますからね、なんか、いろいろ、すげえとか思って、うん。阿部玉怖いっすよ、やっぱり。魅力的に書くのが、ちょっとやっぱり光郎先生のいいところですか、うん、いや、でも、阿部玉怖いっすよ、やっぱり、多分。女の怖さみたいなものあるよね、うん。めっちゃ、うん、あの人を敵に回して、いろいろ喋りたくないと思いますよ。うん。うん、だけど、うん、そうするって決めたら、そうしてるから、かっこいいですよね、この子。うん、まあでも、マージン、ほんと、あんまりそこ。この辺は、でも、やっぱ、半分、この、名前、忘れちゃった、主人公、今村君ですね。今村君の、なんか、超然とした態度に引っ張られる。あ、それはあると思う。今村君の超然とした態度って、やっぱりその、なんて言うんだろう、ある意味で言えば同性アゲインというか、うん、
まあなんだろう、初戦的な意識ってやっぱりどっかにはあったと思うんですけど、うん、でまあそれが逆に駆動力として働いてた部分もあって、うん、でもきっと最後には初戦じゃ済まなくなるっていうか、うんまあ、最後はそこに本気で入るしかないよね、だからどっちも本当になるようになるような感じで書いてて、そこがきっと光郎先生のその強く一つのテーマで何かを言い切らない感じみたいなもんだと思うんですけど、本当にいいことも悪いことも起きていていいですよね、うん、そうですね。まあでもそれってやっぱりその夏世の中にいっぱいある多世界ものとか、あとループものとか歴史改変ものとかに対して、まあやったらやったなりにそこにもあるもんだよみたいな、そこから見た時だけのそのそこ行けば楽みたいな、そういう話でもねえよみたいなね、世界線変わったみたいな話じゃなくて、まあどこの世界線行ってもそれなりの話がまたあるんだよみたいな、戻ってもハンターハンターのネタバレぐらいしかすることがね、そのノリは本当にいいですよね。そうですね、そうですね、そこが結構やっぱこの作品のポイントなんでしょうね。なんかイニシャル J とか見るとなんかウハウハのガバガバですからね、そうかって、そうかってわけでもないけど、それは確かに気持ちいい世界だけど、まあちょっと近代的に言うとそれだけだとどうなのよって話にはなりますよね、やっぱり。そうですね、そこで物語的事実はやっぱり自分が動いて生み出すしかないんですよね、そういう話はやっぱりうまく描けている、まあ、本当に描くとなしに描いている感じがしますね。そうですね、団長は安倍玉の怖いところ分かってないっていうか天然だからあでもマガジン特にそんなもんでしょ、だってそんなもんマガジンの方が逆にジャンプより早くあの宇宙漫画終わっちゃったしね、団長もだから今村が来るまでは、天然で周りが腫れ物を扱うように扱ってきてくれたから、そうわかるわかる、あ、わかるわ、わかるわかるっていうか、なんちゅうのかな、なんかこういや、わかるんですよ、それが腫れ物ですよ、腫れ物って言い方はいいですよね、いやっていうか、あの応援団員の部員がまた結構ジャストミートで、なんか例えば一人盲信してるやつがいて、一人どうでもいいやってやつがいて、一人一側面しか見てないやつとかがいてみたいな感じで、うまいことなんかその部長、団長をどうにかしようっていうフェーズに誰も進まないようにできてるっていうか、あの3人のポジショニングもやっぱりうまかったですね、そうですね、なんか、確かに。スガラッキー先輩とかとぶつかるっちゃぶつかるんですけど、でもそれはぶつかるところでしかぶつからないんですよ、なんか平行線でしょうね、多分。そうそうそう、それ以上のところをなんとかしようってはならないですよね。あ、実を言うと僕あの副団長の岡ちゃん相当好きなんですけどね、岡ちゃん友達たくさんいる人ですよねと思ってて、まあね、だけどなんか本当に親友はいるんだろうかとか、流してる人ではあるけどさ、いや岡ちゃんみたいなキャラだとやっぱり団長はどうにもならないじゃないですか、あ、団長を変えられなさみたいなものがしっかりあの3人に現れてますよね。そうですね、確かに確かにっていうか、なんだろう、でもやっぱり普通はみんなそんなもんっていうか、なかなかその人間をそのものを変えてやろうみたいな歩みって本当コストがかかるし、なかなかできないですよね、やっぱりそこにアゲインっていう性質絡めてやってきて、もうどうにでもしてやるみたいな、もう女性こんなもんなんだからやってやるって感じに持っていくっていうのは、やっぱりあでもそのミツロセンスですね、でもそれ考えると、とりあえず団長潰してやると考えてる安倍玉さんはこうなんか安倍玉好きなんだな僕安倍玉さんはちゃんとした立派なモチベーション、立派じゃないけどどんだけ三流でだからダメなモチベーションだろうが、立派じゃないけど、まあでもとにかく団長潰してるっていうから一番関わり度が高いかもしれない、実は。間違いない、だからあの安倍玉っていうのは例えば大学とかに入ったらもう団長のことなんてかっけらも忘れて、いやかけらも忘れてますよね、で幸せな人生を送っていくタイプ、これがやりたいからやってるだけ、だからその時のも非常に正直な人なんで、安倍玉は強い女性ですよ、多分アゲインしようかしまいか全く関係ない状況、そうなんていうのかな、自分がなんか一生懸命やろうと思ってチアやるって言ったのに、なんか美人なんか自分より美人かもしれないやつが応援団に入ってなんかやってる、気に入らねえ、なんかわかるだからそんな感じですよね、アベタマって多分全く変わらないよ、ね、こういうのって実際あるよねっていうのがちょっと、何本当はもっとなんかジベッとした話になってもおかしくないぐらい、そうそう、何なんか女の子で応援団やりたいんだったらチア入りゃいいじゃん、なんで応援団なのってねってノリのはずなんですけどね、多分それが最初にボタンが噛み合わなかったからもうひたすら敬遠みたいな感じになってて、ですよね、もうお互い入り口がないぐらいの憎しみ合いになってると思うんですけど、まあでもそんなことってよくあるよねっていうか、そう人間関係そんな感じだよねみたいなところがあって、その辺のやっぱり蜜蝋先生のそもそもの人間描写の制度みたいのがあって、まあ生徒っていうか、これ本当にこういう話がジメッとしないのがいいところです、ね、あ、いや、それが転がしてるだけで面白いのが、もういやそれはなんてもう久保先生の自力だから、そうですね、何やっても大抵面白くできちゃうっていう、だから逆に言えば青年誌とかでもできちゃうんだけど、まあちょっとやっぱりでも少年誌に欲しい人ですよね、なかなか難しいですけどね、だいぶ救われてます、そうです、いや難しいって言ったのはやっぱりなんか三三七拍子とか特急とか見てても
あれどういう話だったっけってところはないではないんだけど、うん、あと特急とかね、エリちゃんかい、エリちゃんかいみたいな話、そうそう、両親も特急もですけど、うん、まあ、ああいうなんか純粋まっすぐが好きなんでしょうけど、うん、なんか主人公にするとうまく回らない。ああ、今村くんが、確かに337拍子や特急の主人公と今村くんは全違うっていうか、うん、むしろ彼らを見て彼らじゃないキャラクターとして今村くんを選んでるってことは間違いなくあります。そういう意味で敵を挟んだ価値は彼女にとってあったのかもしれないですよね。ありますね。敵を積んだのはかなり大きいんじゃないですかね、うんうん、お敵時代の出来とか立ておきそういう視点を持ったことがでかいっていうか、うんうん、でそれを当てはめてみたらやっぱりその主人公になれない主人公っていうか、うん、それをまた今のそのやり直しっていう文法に合わせてアゲインで持ってったんだから、うんうん、本当多分三代先生の中でもある種手応え持ってやってるんじゃないかなって気はすごくしますよね。うんうん、面白いですよ。で、ちなみにみんなアゲインアゲイン言って全くもう話題にもならないけど、俺個人的には爆弾も好きなんで、爆弾も面白いですよ。そうなんです。安定して面白いんで爆弾も楽しみにはしてるんですよ、うん、爆弾どっちに行くんですかね。なんか歴史すごい改変するのかなとかも思ったりはしてるんですけど、あのなんだかんだ言ってそんなに変わらないとかっていうのもあり得る気がするんですけどね。まあそうですね、うん、ただあのジパング的な話になるんじゃないかなとか思ってますけど、うんうん、あいや というかなんか、うん、もしかして新選組やめるとか今の展開見てて気がついたらなんか今度は長州藩にいるみたいな、うん、それはあるかもしれないですね、うん、例えば思ったよりそのなんて言うんだろう、その加瀬先生のキャラが、うん、うまいことあの歴史観において異物として聞いてるっていうか、うん、なかなかなんていうか翻訳がうまくいってる作品なんですよね、うんうん、いや主人公の特権感がこれもうまいこと消されててっていうか、あの幕末のあの志士たちが有名人たちが、うんうん、やっぱりなんかあこいつは何か違うやつだっていうのを、うん、あっちの方から気がついて、うん、うまく使おうっていう考えで触ってるのが面白いですよね。そうですね。だってなんか殺さずの美学みたいな、そんなんだったんだみたいな、もともとは単にその現代日本にいたからそういう感覚がないってだけなんですけど、そうですね、なんかそれを殺さずによって持ち込んでくれる新たな風みたいな感じになってるから、なるほどみたいな。いやだからうまいことその新選組を不良何バイクグループみたいに扱ったのも面白かったですけど、そうですね、いや、うん、だからうまいことその今まで育ってきた加瀬先生の文脈と新選組とかその幕末感みたいなものがうまいこと合わさって、うん、なんかすごく面白い作品になってると僕は個人的にはかなり好きだから、また筆が止まんないといいなと思いながらこう祈るように、なんか自力とかラッキーで生きてるんじゃなくて、なんか周りに主人公が生かされてるっていうなんかポジション、うん、ああ、それは本当そう、あのなんていうかいい指摘ですね、うん、あの最初始まった時はあのカメレオンメソッドで、うん、一体この主人公どれだけ生き残れるんだろうって思ってたんだけど、うん、っていう想像で見るんだけど、今ギギさんが言ったみたいにそうじゃなくて、周りがなんか気がついて、あのなんていうかいあのなんていうかそこにいていいことにしてくれてるんだっていう状況に、あの今回誰でしたっけ、桂小五郎じゃなくて高杉晋作ですね。だから高杉晋作はなんかあのお前にまだやることがあるんだったら神がお前を生かすだろう的なこと言って、はい、なんかとりあえず突っ込ませるじゃないですか、はいはい、だからあのお札が象徴するみたいに、うん、最後に確かにスーパーパワーでなんとかするんだけど、うん、それだけで転がる話じゃなくって、じゃあそいつを逆にどう利用してやろうかっていう連中が結構ノンプレイヤーキャラなりに動いてるっていうか、はい、キャラクター同士の思惑が動いてる中で彼がちゃんと幕末の渦の中に入ってってるんで、はい、なんか単なるそのバカ主人公まかり通る的な感じじゃ済んでないっていうか、うん、そこがきっと面白さなんでしょうね。彼が動くところ何かが起こるってじゃなくて、みんなが動いてる中にあいつも動いてなんかうねっていくみたいな、その辺の面白さってありますよね。だから新選組っていう器で済むのかなみたいなところは確かに感じなくはないですけど、うん、マガジンちょっと今長期連載大物がどんどん終わってって、うん、なんか紙面が寂しくなってはきてるんですけど、うん、一個一個見ていくとまあまあそこそこみんな面白いんですよ。まあマガジンですからね。ただまあ本当にだからちょっと次が見えなくて雑誌の勢いが、うん、止まってる感じは、まあエース候補みたいなのが見えない、だから今フェアリーテーとかでずっと押してる、次の一手をどうするのかが注目ですね。まあそんな感じですね、はい、ちょっとあれでしょ、なんか進撃の巨人がいきなり週刊文春少年マガジン、おそれはすごいな。いや、うん、どうでしょうね。まあちょっとそれビンランドサガで失敗した手ですからね、うん、ちょっとそろそろチャンピオンの方に移ってっていうか、まあ残りあと30分ぐらいなんで、まあまあ、はい、チャンピオンの方で話していこうと思います。3ヶ月っていうと何が、
バチバチがなんで終わったの？ドリームトーナメント編ですよ。あ、いや、これは多分一番その先生にとって良かったんじゃないですか。だってほら、人が大甲子園とか、幸せですよ、結構。うん、なんかこう、ユニフォームもメイクンカラーになって、ね。メイクンカラーになりましたしね、メイクンカラーっていうか、古いカラーでもありますけど。ドカベンドリームトーナメント編って見るだけでなんか幸せになる。幸せになりますね。いや、だってね、もうその、うん、水島先生の未だ尽きぬモチベーションっていうか、うん、試合を書きたいっていう欲求と、その、うん、実際のペナントの時間軸に合わせる合わせるっていうの難しすぎたんですよね。そう、これをやるには水島先生が毎日20ページ書けなきゃダメなんですよ、うん、でもそんなことできないわけで、じゃあどうやったってずれてて、うん、でもう今のとこ確か2年ぐらいシーズンがずれかけちゃってると、はい、でもなった時どうするって、あ、今のところが1ヶ月くらい前の時点で2年近くずれてたと、うん、じゃあどうするって考えた時にやっぱりこの風にしてトーナメントにして、もうスターとにかく躍動させて気持ち書いてしまおう、うん、いいじゃないこれでって、俺もすごくこれは聞いたときに好感を持ったっていうか、本当は冗談抜きで多分面白くなるんじゃないかと思ってるんで、うん、ドカベン今まですぐしてた人も、うん、読んでみるといいんじゃいいかもしれない、ね、だから最終章って言ってるけど案外長くなると思うんで、あ、これは長いですよ、いや、もう多分本当に力尽きるまでやると思いますよ、うん、そうそうそう、だから終わるしか本当にさ終わるって人生の終わりなのか作家の終わりなのか漫画の終わりなのかわかんないけど、うんうん、なんかそれぐらい、まあ、水島先生死ぬまでペン離さないでしょうから、うん、それは別にあれなんですけど、うん、だからこそその最低でも1、2、3、4、5、6、16チームの、うん、8試合の4試合の2試合の1試合だから、うんうん、15試合あるわけで、うん、15試合が、まあ、うん、見てこないでしょうね。なんかがっつり書きたがるかもしれないですね。がっつり書くんじゃないですか。ああ、でもちょっとわかんないな。まあとにかく、そこそこの長さにはなるはずですよ。うん。うん、ってとこですかね。これは、そう、幸せでよかったですよ。でもなんか、逆に言えば、この3ヶ月の他に起こったことといえば、なんかこう、バキのオーガさんがものすごい勢いで、全然勢いを。どうなんですか、これは。オーガどうなっちゃったんですか。いや、なんか、高木先生の中で納得がいったんでしょうね、ついに。あああ、こんな納得しちゃったんだ、うん、ついに納得がいったんでしょうね。いや、まあ、オーガっていうのは残念に思う気持ちもわかるんだけど、まあでもここまでやったんだなっていうのが ある意味何かすがすがしく、でもさ、あれじゃないですか、要は世の中にすごい強いキャラっていっぱいいて、うん、である種その象徴というかの一つとしてもその記号的な価値を持った名前なわけですよ、半間裕次郎。はい、ここまでキャラを持っていくことってすごい大事ことで、半間裕次郎か本当にドラゴンボールの孫悟空かぐらいので、だからそれってすごい偉業だと思うんで、その偉業を成し遂げたキャラクターをなんか強いってことは苦戦できねえんだぞとか言い出して、うん、みたいな、そんなんなんかそこら辺の強いキャラもみんな通る退屈じゃんみたいな、そこはもうとっくに超えてると信じてた俺みたいなところがちょっとあって、うん、なんかそこの他の人間宣言って、まあ、でも作家としてはやりたくなるんですかね、なんか戻してあげたくなるんですかね、僕の中ではやっぱりファンタジーのまま、というか逆ですよ、バキをそっちに生かしたいんですよ、高木先生は。そしてまた次バキの息子がそのうち立ち向かってくるの。まあそこは多分書くかどうか知らないですけど、うん、まあとりあえず今考えているのはとりあえずバキをオーガの側にまで届かせたいんですよ、うん、要はその強者を食ってさらに強者になるっていうメソッドなわけでしょ。まあ今やってるの、うん、そのためにでも裕次郎ちょっとかがませちゃったわけでしょ、うんうんうん、どうなんですか、やっぱりそれどうなるかですね。のキャラをどう超えるかっていうところ、なんだろう、ルイさんと全く同意見なんだけど、同意見でなんていうか、バキの話で開口一番でそう言ってるっていうところも面白いなと思ってるんだけど、うん、なんていうの、それって僕とかルイさんの感覚として そうなんだけど、うん、そこまでそんななんか世間が、うん、その最強のマインドのメソッドに対して、うん、なんていうか、こだわる、シビアに受け止めるわけではないかなと、とも思う。あ、ひょっとバキ芸人とかみんな結構オーガに対して好意的に受け止める。泣けましたよ、とか。なるほど。バキすげーって、素直に、うん。泣けましたよ、とか。うん、いや、僕も感覚も、ルイさんが喋った通りで、うん、それって心が弱いってことじゃんってのが僕の、うん、なんていうか、負けるのに。うん、負けに渇望するっていうか、困難に渇望してたんだみたいなこと言ったら、いや、うん、
最強にたどり着くものとしてはちょっと心弱いよねとか、うん、ズバッと僕言っちゃうんですけど、うん、ただまあ同時に僕はなんかうん、そんな何か一般的な考え方だと思ってはいなくって、うん、なあのうん、だからなんだろう、僕の意見と言えって言ったらそれを口にするし、うん、じゃあ王がちょっとかがんじゃったね、しょうがないねとか、うん、そういうメソッドで話をしていくことになるんですけど、うん、まあそんななんかあの一般的な話としては、そこまでそのなんか、うん、最強たる心の在り方にシビアではないかもしれない。周りにどう見られるかとかそんなに考えてる人じゃないので、うん、いやだから納得するかどうかだけなんで、これで納得したってことですよね。納得したんだなっていうのが。うん、まあ確かにね、そのオーガがかがまないと、なんていうか、この関係性ってどうにもなんないよねって思ったところ、確かにあったんで、ねうん、その僕らの中で、要はやっぱりさっきも言った通り、オーガってもう幻想に萎える存在になってたわけですよ、うん、なんていうのかな、このままいけば、フェイトで英霊として召喚されるレベルだったと思うんですよ、そうすねうん、ある種の幻想としてね、そうすねうん、だからオーガっていう幻想を抱えられるぐらいのところまで行っただけに、やっぱり行ったから、それはもったいないと思った。目の前の裕次郎は、確かにバキにボコボコにされてるけど、うん、幻想としてのオーガは死んだかっていうと、うん、そうでもないんじゃないかなって思う。ああ、いや、でもやっぱり、こう、どっかで指摘したときに。わかりますよね。これを目撃してしまった人が、あ、なんか、オーガの幻想が自分の中で死んでしまったっていう、残念感はすごくわかるんだけど。うんあ、いやいや、僕、あの、別に、どんなにボコボコにされててもいいけど、うん、僕はマインドの方の話にこだわってて。あ、まあ、マインドの方での話です。うん。みんなは、俺の気持ちがわかるかなって言ったら。うん、まあ、逆に言えばボコボコにされるためにマインドを折ったというふうにも見えちゃうところがあれなんですけど、ねうんうん、あのなんだろう、別にあのだってオルチドッポとかだっていろいろなんか接戦やってたんですから、うん、別に殴られるのも蹴られるのも怪我するのも、うん、あの構えしないんですけど、そうです、うん、あの、うん、俺の気持ちわかるかって言ったらそれは弱い、うんで、あのなんか、うん、で僕は言っちゃうけど、うん、そこまできついこと言わなくてもいいのかなという考えもないではないっていう。まあね、だけど僕の中でやっぱりその幻想種、本当ドラゴンにも近いような漫画内生物として、うん、幻想種としてたどり着いたオーガっていう、うん、せっかくの漫画キャラクターっていう財産を見たときに、うん、もったいねえなって気持ちは本当正直な気持ちとしてはすごく思ってますけどね。うんうん、ドラゴンとかいう表現いいですよね。多分、うん、ドラゴンのなんかあのすごいエーシェントドラゴンとかで、うん、そうです、ね。ぼーっとして寝ているんだけど、で誰も勝てねえ。うん、でしょって思うんだけど、 そう、うん、そこまで行くのって本当すごいことですから、もう漫画が星の数ほどある中で本当に限られた何かだけがたどり着くとこなんで、うん、いやそれはもっと大事にした方がって思うんだけど、まあ、さっきもギーさんが言った通り、うん、それがこの親子の関係として納得がいっちゃったんでしょうね、うん、書きたくなっちゃったんだからしょうがねえ、あ、いや、まあ、とにかく始める前に、うん、あのなんていうか史上最強決める戦いじゃなくて親子喧嘩なんだってことは繰り返し言ってたんで、うん、なんていうか、うん、でなんだろう、うん、そういう語りで初めてバギとオーガを戦わせられるなっていうところら辺は一つの発見であり発明だったとは思うんですよ、うん、あの、うん、まあ、そっからどうするかっていうのはまた別問題なんですけど、その実際の親子的なっていうか、なんていうんだろう、人間的なレベルまでそっちの感情とかを持ってったことで、うん、なんかこう全体のそれはそれとして強さっていうのはもちろん保たれてるはずなんだけど、あの、うん、悪くなかったと思うんですよね、うん、あのなんだろう、親と子の情、あのそれは親と子の情があるって話をしてることになって、うんね、情があるから、あのマキと戦うときはマキをなんか ちょっと育ててやりたいって気持ちがあるんだとか、うん、可愛がってやりたいんだとかそれはあの別になんていうか最強を決める戦いとかの可愛がりとかじゃなくて、ちょっと息子と飯食いたいよとか、あの、うん、ちょっと朝ごはん食べたいじゃん、そんな気持ちなんだって語りから始めたじゃないですか。ほとんどテレビのチャンネル争いぐらいのレベルですよね。そうそうそう、うん、で、あ、そう、で、そんな気持ちなんだと、うん、で、そのなんか、で、今言ったようにチャンネル争いとか、なんかちょっとあの贔屓にしてるチームの違いとかでちょっと口論する時があると、うん、そういうことってあるよねってのがオーガの語りなんだけど、うん、バキの方はでもそれに命かけてんだっていうか、そのなんていうか言うことに対してもうなんていうか、親父に対して非常に恐れてると。それは本当家庭内の親子感のある、うん、そう、地震雷火事親父の親父として、うんうん、言い返すのにも恐れがあるんですっていう言い方で、この2人をあのなんていうか、あの同レベルに少なくとも同じ土俵に上げるということをやろうとしてて、そこまでは嫌いじゃない、それは悪くない形ですよね、うんうん、大成功しました。
多分その先のそのそれに合わせてそのなんだろうロジックっていうか思考レベルがそこにまで合ってっちゃったことで、うん、多分そっちに揃えすぎたっていうか、うん、そっちにその全ての思考のラインとか合ってっちゃったことでもうなんかせっかくのそのそれとは別として強さのレベルは世界レベルって話をしてたわけじゃないですか、うん、要は親子喧嘩なんだけどやってるところはその今で済む話じゃなくって、まあ、軍が出動するレベルだみたいなね、うん、そういうところの両方の軸が併存するみたいなところが多分若干その人間的な部分に引っ張られちゃったっていう印象をこっちが持ったんでしょうね。かね、うん、まあ、うん、で人によってはそこはまだ持たないかもよみたいな話を LD さんがしてて、うんうん、なるほどねと思いつつ、なるほど、まあ、そうですね、それとしてで、うん、チャンピオン、まあでも最近なんだろう、テンムスとかも面白いし、テンムスいいですよ、テンムスはいいですよね、テンムスいいですよ、うん、これもなんかかなりあの僕的には眼光の次ぐらいにおすすめしたい感じかもしれない。なんか見せ方が思ったよりうまいっすよね、うまいです。本当にあのずっと言われてますけど、あの敵チームの描きがすごく、うん、いいですよね。なんかブログで書いたんですけど、うん、あの要は僕その長野女子体育大学っていう、うん、あのなんていうか食い道部の、うん、あのチームとの戦いがすごくよくって、うん、むしろここで出し尽くしちゃったんじゃないかぐらいのことをブログに書いたんですよね、僕。あのそれこそなんていうか、なんて食べてる時に全然美味しそうに食べない氷の少女とか出すわけじゃないですか。うん、それと天候ってなんか対比完全になりますよね。うん、でこんななんかその修正のライバルみたいなやつを出して、でも それがなんか中野女子大との戦いをやったらなんかちょっと美味しいって食べるところまで持ってっちゃったよと。うん、だから中野女子大との戦いはいい仕上がりになってるんだけど、うん、そのため、あの長野女子大とのその目の前の一戦をいい仕上がりにするために、うん、美味しく食べない子なんていうカードを切っちゃったよと、うん、僕は、うん、それ後々どうなのとか僕言ってたわけですよ、言うと、うんうん、だけど後々いいんですよ、他の戦いも。あの長野体育女子ってその、うん、さっきの氷の少女っていうのもそうですけど、うん、そのもともと他のスポーツやってたけどそれで挫折して食うことしかなくなったとか、そのシチュエーション作りがめちゃめちゃになんかとっておきみたいな感じになって、そう練られてるんですよすごく、うん、それってすごく美味しいよねって、つまりそのスポーツとして食い道を捉える上で、うん、この位置ってつまり、ね、うん、怪我して食うしかなくなった少女たちって、はい、なんかものすごくいいとこ行っちゃってるけどいいのみたいなところって確かあったんですけど、そうですそうです、なんかその後出してる古豪もそうだし、今回のその願いをして戦う可愛いひな部長もそうだし、そう、あので2回戦っていうか次の対戦相手が伊勢日輪高校っていうんですけど、うん、それ、うん、潰れかけの部で2人しかいなくって、うん、だけど歴史はあってっていうような話とかずんずんどんどんしてくるんですけど、でもあれじゃないですか、この部長っていうかな、古豪の日輪高校が何が良かったかって、はい、多分その用意できてる物語に対して、はい、無理に風呂敷広げなかったっていうか、はい、なんていうんだろう、これを長野体育女子と同じスピードでやっちゃうとダメなんですよね、多分ね、だからあそこで試合数自体を勝って減らして、一、はい、人なんか捨て試合みたいな部屋にポンって作って、はい、であとつまり実質的には 2試合みたいなもんじゃないですか、うん、そうですね、うん、だからそれで語りって、つまりその語りたいことに対するスケールをプッて合わせてて、多分今回もこの初戦でほぼ何かを語り終える、今回 のやってる準決勝もね、うん、っていう風にやってて、なんかそのサイズごとの設置がうまいっていうか、結構漫然とやってないんですよね、漫然とやってないですし、その食い道部っていう大食い選手権大会の、うん、あの漫画なんですけどね、これ、うん、それがなんていうか存在するんだっていうディティールをすごく細かくやっていくんですよ、うん、なんだろう、マージャン漫画のサキとかあるじゃないですか、うん、サキでも突然なんかもうマージャン世界じゃないですか、うん、そのうん、あのなんか一番最初始めた瞬間、全国の日本の国技がマージャンな世の中みたいな話ですね、そう始めた瞬間っていうか、本当の第1回あたりはなんか普通の世界みたいに見えるんだけど、うん、数回進んだらもう各国技だよみたいな、うん、ノリになるわけじゃないですか、で、うんうん、別に必ず細かくやれって言ってるわけじゃないんですけど、必ずなんていうか、その世界観のディティールの整えをやれって言ってるわけじゃないんですけど、まあ、これは作品ごとの選択ですよね、うんうん、やれってるわけじゃないんですけど、少なくとも天むすは食い道部っていうのがあって、で、まあ、さらに細かく言うと、そんな別にメインスポーツじゃないんですよね、うん、そうですね、知る人ぞ知っている競技で、だけどなんていうか、遡ると100年前とか200年前みたいのがあるし、うんうん、日本の神道の神事でこういうのもあるんだとか、うん、これ多分民命処方の世界ですよね、そういうふうにどんどん積んでいって、でも
マイナースポーツだとか、そういうなんか、あそこよかったです、あの準決勝じゃなくて、高校の時の、うん、あの初代天むすって出てきたじゃないですか、うん、いますよ、初代天むすってすげえ俺たちビビって、うん、初代天むすってことはすげえ格外あるんじゃねえかとか思って見てたら、はいはい、初代だから競技人口すげえ少なくてよかったみたいな、はい、言われて納得みたいな、うん、あれはうまかったですね、やっぱり、ね、あそこもよかったですね、うん、っていう具合に、なんていうか、あの、そうやってまずあれ、あの瞬間になんていうか、この水道の競技の、うん、なんていうんだろう、ディティールレベルっていうか、うん、世界の広さみたいなものがある程度決まったとか、あくまでなんていうか、マイナースポーツに打ち込んでる女の子たちの話なんですよ、これ。うんうん、あ、形が食い道なだけであってね。そうそうそう、うん。世界も何も変えないんですけど、これ、うんうん。でも食べることが好きな女の子たちの話なんですよね。うんうん、で、そういう細かく詰めていくところからして、うん、あ、なんだろう、うん、あ、そうは言っても長野女子とか他の対戦が面白くなかったら、うん、細かく詰めただけだねみたいな話で終わっちゃうんですけど、対戦をしっかり楽しくやっているから、うん、そういったところも全部聞いてきてるんですよね、この漫画、うん、そうですよね、なんかあの特に最近出てきたその天むすになったら願い事が叶うってあったじゃないですか、はい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 、本当あれもそう、あの主人公の側に働きかけるっていうよりも、あのライバルキャラをだからあれが、うん、なんていうか、このもしこの作品の大目的としてあれがあったら、うん、ちょっと脆いと思うんですよ、なんていうの、うん、あれがゴールとしていきなり設置されて、うん、天むすになったら願い事が叶う、じゃあみんな何を願うってことをみんなで問うような感じになると、うん、ちょっとそれを問うにはちょっとリアリティレベルとしてどうなのみたいなところってあると思うんですけど、うん、あれはあくまでもその長野今回のその雛部長たちの藁をもつかむっていうか、はい、ものとして機能してるじゃないですか、だからあの天むすのその天子のお母さんとかはそんなのあったのかしらみたいなこと言い出したりとかしてて、はい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 、その辺のなんていうか扱いの弱さがまたいいっていうか、それぞれがそれぞれの戦う動機がある、要はその高校の人たちは当然ね、はい、もう一回この学校の強豪校としての名誉を復活させるんだって思いでやってるし、はい、でその根底にあるのは何かって言ったら、みんなその部活に打ち込むっていうか、自分たちの青春を謳歌するって話なんだけど、うんうん、その辺のラインの作り方が妙に整ってるっていうか、うまい、うん、うまいですね、あの本当に主人公側にドラマ作らずに対戦相手でのドラマだけで話を組み立てて、え、うん、すごい不思議っていうか、はい、でやり方、だいたい勝負メソッドがマラソンが一番フィットするっていうのが分かってきてて、うん、だいたいマラソン形式でやっていくんですけど、まあ、だからそれも含めて長野女子がちょっとジャストフィットしすぎたんですけどね、うん、陸上の人いいのかよみたいな、うん、であのなんていうか、いやでもそういうところ含めてって、ああうん、あのよくできてるっていうか、いやあの感動しますよ結構、まあ、確かにそのギーさんの言う通りっていうか、勝負ものとして普通に考えたら、だってね主人公たちの物語はずっと追っかけていくわけで、うん、やっぱり主人公たちの物語を消費してったらそこがすぐ尽きるんですよね、やっぱね、うんうん、で出てくる出てくる新しい敵にある程度大きく比重を任せておくと、うん、消費が少ないからそれなりに持つっていう、うん、まあこれって本当物語続けていくうちのほぼ秘訣というか基本みたいなメソッドの話だと思うんですけど、うん、で多分これをもうちょっと変化させると、さっきみたいにその主人公そのものを変えちゃうっていうね、うん、あの技とかいろいろ、さっきなんかいろいろ使ってますけど、あちか変とかいろいろあって、うん、はいはい、そういう技もあるんだけど、つまり主体を変えちゃって消費を変えるみたいなやり方もあるんだけど、天むすのやり方は本当真っ当なメソッドっていうか、昔からある主人公をあんまり消費しない代わりに周りを消費して、うん、でそれの比較として主人公勢の描写もされていくみたいな、本当古典的な技を使ってると思うんだけど、うん、すごいその精度が高いっていうか、そのそうですね、前言ったその準決勝、あ、高校か、準々決勝の古豪の部長の時も、うん、なんかその、あと5秒、あと1秒とか1秒早く動けたとかってね、そうですね、そういう描写とかってやっぱり、はい、あれだけでやっぱり部長の覚悟が分かるじゃないですか。そうですね、うん。今回もそうですけど、今回もなんかガチガチに緊張してる様と、あの、ひな部長をみんなが励ましてくれる様とかって、うん、あれを描かれるだけで、ああ、ってことは、こっちの方の結び高校の方には、部長を分かってあげて、こう、励ましてあげられる人は今いないんだなっていう。うん、多分あれひょっとしたらなんていうか歌詞として扱われる、あ鋭い、うん、なるほど、相手を描くことによって味方を描くっていう技がものすごい高いところで、うん、あの今回の話って敵がお互いなんていうか最強カード同士の対戦、部長同士の最強カード同士の対戦なんですけど、うん、確かに対戦始める前に、うん、敵側の赤西部長の方は、うん、みんな部長のことを分かってて、うん、送り出してってあげてるんですけど、うん、味方のなんていうか天子たちの方は部長を送り出すときに、うん、あの分かってないとは言わないんだけど、ちょっとテンション違いましたね。そこまで声は及んでないですね、うん、だから部長が気を使ってあげてるぐらいのポジションにいて、うん、つまり部長に対して気を使ってあげてる人っていうのが、うん、あの位置まで行ってないんですよね。そうですね。でこれは歌詞として扱うのか、あるいは転じて
それをさらに飲み込む部長の強さとして描くこともできると思うんですけど、うん、だからこういうふうに、とにかくこういうのって比較させたもん勝ちというか、うん、この視点を持ったら、あとはもうどう転んでもそれなりの答えが、リターンがあるもんだと思うんで、うん、そういうふうにその対比させる技とか、うん、じゃあこの時この人はどうなのって思わせる技とかがすごい高い演出力があって、うん、なんかテムスの人って初漫画なのに、なんかやっぱりチャンピオンはたまにこういう人いるんだねみたいなことを思う感じでありますよね。いや、めっちゃ考えてますよ、この漫画。うんうん、っていうんで、うん、ちょっと今好きです、おすすめなんです実は、うん、で、あとまあやっぱこの3ヶ月だとバチバチが、はい、残りちょっと少ないんで、絞り込んでいきましょう。バチバチか囚人、バチバチと囚人陸あたりだと思うんですけど、まあバチバチでしょ、この3ヶ月バチバチ、はい、どうぞ。だって、今度何変か変わるんですよね。なんで終わったのいや、終わったっていう言い方は正しくないんですけど、僕はあんまりね、本当はバチバチっていう作品は終わってほしくなかったんですよ、うん、僕もそう思ってるんですけ けど、うん、すごい地続きで言ってほしかったんですね。僕もそう思ってるんですけど、はい、入門したところから幕内に入るまで、あと上に行くまで、うん、本当にどこの抜きもなく、例えば半年経ちましたとか、うん、1年経ちましたとかってやってほしくなくて、うん、もうこうなって強くなったんですねってことを本当に着実にやってほしかったんですけど、うん、どうもなんか、なんで終わるかよくわかんないんだけど、次始まる時のその予告とかを見てる限り、うん、そんなにこっちが危惧してるほどのジャンプはしないみたいだなと思って、ちょっと、まあだからこそなんで最終回なんてことにしたのって思ってるぐらいで、うん、やっぱり、まあ、単行本リセットがしたいっていうのは分からないんですけど、そんなまだ単行本積んでないでしょう。いや、結構積んでますよ、うん、本当です。何巻ぐらい、20巻ぐらい積んでますじゃないですか。いやでもギグさんの言うことすごいわかる。なんで14巻だ。14巻でしょ、うん、15巻か。いやでもギグさんの言うことわかりますよ。だって14巻一気に買うってやっぱりそれなりのコストなんで。で、そうか、まあ、バチバチの器って考えたときにもっと大きいところに手届くかもしれない器なんで、うん、じゃあやっぱりこっからでもいけるよって、でこれをもっと知りたかったらバチバチね、まあ、やり方って、チャンピオンもともと結構そういうことやってるし。うん、うん、まあいや、確かにいろいろ割ってはいるんですけれど、まあでもちょっとなんか最後なんでこんな駆け足であのまとめたのかなっていうのがちょっと落ち着かない気分はあります、うん、はい、いろいろなんか不思議です。で、うん、なんかすごくなんかいい余韻で終わってたところでなんかバタバタっとうん、切っちゃったんで、ここもうちょっとなんか余韻持たせてくれてもよかったんじゃないの。あ、まあでもまあ一種なんて言うんだろう、ラスト5分による実説への引きっていうか、うん、なんかまあ引き力はとても高かったんで、うん、それ自体はいいんじゃないかなって思ってるんですけど、まあ、このラストは、まあ、別にそれで漫画の格がどうこうっていう話は、そうですね、まあ、格が変わるもんね、ここで切る理由はもちろんあって、それはやっぱり運行がいなくなって、でちょっと上がったかなぐらいに思う。で、阿炎が十両に上がったわけじゃないですか、はい。やっぱりこれまでは元十両とか言っても、十両ってやっぱりすごい天地の壁だったと思うんですよね。そうですね、うん、やっぱりそこのてっぺんを1個超えたから、まあ、ここである種世界が変わるというか、要はこれからは十両に行くことは結構普通のルートになったわけですよね、1人目が登頂したことによって。はい、だから、ここでまた物語のフェーズが変わるっていうのは分かる。ただ、これをやってたら。タイミング的に本当に緩和旧来で土俵の外の話を書けるタイミングでもあったんで、それをちょっと2、3話ぐらい挟んだってよかったんじゃないとか。あ、でもバチバチのそのなんていうんだろう、高まった熱というか、その許せ、うん、自分が認められなかったんじゃないですか、なかなか。まあ、いろいろとね、うん、なんかこう、落ち着かないなぐらいの話だ。なんか大人の事情的なこと。はい。なんか不思議です。なんだろう、今リセットって言ったけど、14巻でリセットってどうなの、ナンバーデッドエンド変わりましたけど、ちょっと早いですね、うん、感覚としても、うん、20巻ぐらいっていうと1回リセットしてもいいんじゃないか、はい、そういうノリはありますけどね。っていうやっぱりさっき言った通り、そんなに飛ばなくて本当よかったっていうほっとした気持ちが僕の中で一番大きい、まあね、まあ、あっちの事情でもちろんいろいろあるんでしょうけど、まあ、なんか何かしらあったんでしょうねとは思うんだけど、ね、なんか予告見ていくと、やっぱりその幕下段階でそのね、要はそのみんな恋たちと同じ、恋太郎たちと同じ世代、うん、黄金世代が、うん、まあ、ガーって上がっていく中で、一人後ろから恐ろしいのが上がってくると、うん、それってなんかドキドキするよねって、どっかで交わっちゃうよね、これタイミングみたいなのがあって、それって面白いよねって、やっぱりここを走られなくて、本当よかったっていうか、うん、うん、それだけで僕はちょっと許しちゃってるところあるんですけど、そうですね、そうですねっていうか、うん、なんで、王子と会うもう一回会うのは、幕内じゃないの、うん、もしくは決定レベルですね、うん、一番上に行ける片方しか行けないとか、そういう、あ、そのレベル、あ、じゃあ重量で勝ち合うのか、それの場合は、うん、もしくはただどっかで必ず追いついてくると思うんで、うんうん、で追いついてくるったって、ある程度番付が近くなっちゃったら、もうその番付10個程度離れてるぐらいだったら普通に、いや、だから階級が一緒だったら普通、階級っていうか段が一緒だったら普通に勝ち合うんで、うん、
そうってことは、ね、割とあっという間なんですよ。それぞれの世代の上がりを考えていくと、どっかで上がれなくなる人とか出てきて、田植さんとかね、うん、そしたらその度にみんな飲み込まれていくんだと思うんですけど、うん、田植さんはすぐにぶっ倒されちゃうんじゃないかな。まあ、そういう後ろからなんか追っかけてくる、ね、うん、罰ゲーム要因っていうか、うん、なんかね、ハリハリせかす要因っていうか、うん、そして彼が機能するっていうのは、うん、ああ、なるほどって、これはいい、だから怪我させたんだって、今にして思うっていうか。後ろから番付を追っかけてきて早く上がんないとオラが捕まえちまうぞっていうのはいい図式だなと思って見てます、ね、ぶっちゃけ石川がやばいよねとか思ってる。石川はダメですね。石川はなんか歩くフラグみたいな人なんで。そうですね、石川は要は小板郎のなんていうか、うん、似すぎなんですよね、互換的なところがあるから、うん、要はその小板郎がやられなくても石川がやられることによって一つの段階を表せるわけじゃない。そうそう、なんか石川が負けると小板郎が負けたみたいな感じになるんですよ。なんか気分的に一回負けてこのままじゃダメだっていうことになるわけですよね、うん、で兜の締め直すとかいろいろあるんですけど、うん、石川っていうキャラが無事に同じとこまで行って、うん、最終的にみんなバチバチ上でもやってますって話になるとは、うん、なかなか思えないところがあって、思えないですね、うん、それはちょっと石川、うん、石川がやばくて、村上今名前なんて変えましたよね、何だったっけな、天来か、天来か、世代最強って言われてるやつね、うん、天来かな名前、天来ですね、うん、天来、天来は結構難しいんですけどね、天来対王子ってちょっと難しいですよねと思って、壊されちゃいそうで怖いんですよね、うん、天来落ちるとちょっとなんか悲しいですよね。そうですね、うん、まあ、ただやっぱり今後こうやって今までずっと幕下世代とかずっと言ってきて、うん、ただほら漫画のタイトル変える意味としてはずっとやっぱり幕下っていうのを強調してきたっていうのはやっぱりありますよね、はいはいはい、とにかくその幕下としてのバチバチってやっぱり幕下やっぱり上がっていくだけみたいな希望はかけるんだけど、うん、暴れが暴れほどそうはいかなくなる現実っていうのが出てきて、そうですね、きっとそれがこれから描かれていく上でどこまで振り落とされるか、うん、まあ、誰か小板郎はもちろん漫画の力学としていくとは思っているみんなね、うん、だけど他は誰も読めないところがあって、 そうですね、うん、そこをやっぱりドキドキしてみながら、運気をさ、それこそあ行というか二王にしても、うん、二王も落ちるかもしれないですよね、うん、ね、そこがちょっと重いですよね、うん、重いですね、うん、それは、まあ、ただやっぱりそこでやっぱり相撲のその同部屋は戦わないとか、基本優勝決定戦でもないとね、うん、とかいうのがまた変にうまく機能してて、うん、ああなるほど、これだからこその見せ方とかもあるんだなって思ったりもしますけど、うんうん、やっぱりバチバチはまあやっぱり確かにその漫画がいきなり最終回になったとかクエスチョンはつくんですけど、うん、やっぱりさっきギーさんが言った通り漫画そのものとしてのそのクオリティに歌詞がつくわけでもないし、ないないない、すごく相変わらずエースレベルというか、やっぱりこういい漫画ですね、今熱いスポーツ漫画としてはもう灼熱の面白さですよね。そうですね。あとまあやっぱチャンピオン今、うん、旬の漫画といえば囚人陸ですけれども、うん、まあね、陸でも危なかったですよね今回はね、この3ヶ月のレノマさん編、うん、買収編、レノマさん買収編、はい、うん、これは危なかったですよやっぱり。でもそれって逆に言えばさっきのあのバキのオーガじゃないけど、やっぱそのレノマさんを人間に落とすための作業をしたこっちはそれでいいんですよそうこっちはそれでいい、うん、こっちはそれでいいに決まってるんですよ、うん、やっぱりでも本当にその緊張感だけで持ってったのが、うん、本当にまあいやすごいなっていうか、こっち側の方は、うん、こっち側の方はレノマさんさ、なんていうかもうなんだろう、僕がそう思ってましたけど、うん、任した瞬間もう脱獄はなったも同然の男みたいに思ったりしててそんな話じゃないよねってこう描かれてみるとようやく我に返るというか、僕とかっていうより僕以上に LD さんがなんだけど、うん、まあ、そういうキャラの格を大きく見た瞬間に喜んじゃう性質の人って、そうそれに関してちゃんとクエスチョンね、レノマがでも巨大だった分、この、 刑務所の巨大さが逆にクローズアップされて、そうです、だからレノマが巨大なことは必要なんですよね、うんうん、必要なんだけど、でもそのレノマをして、まあ、要は結構重要なシーンで、うん、今の状況じゃなくて、そもそもなんていうか、陸と対立したり、陸とラグビーやるぞとか言って戦ってる時に、うん、レノマってその刑務所員にしこたまに殴られて、うん、なんていうか心折れるっていうか謝ろうとしてたんですよね、なんか、うん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 、でその時にリクがこらーとか言って、うん、なんていうか、それをあの偶然だけどそれを防ぐみたいなシーンがあって、うんうんうん、だからあの時点でなんていうかレノバってすごいなん、バイタリティの塊みたいな男に見えるんですけど、うん、それをしてこの刑務所では、うん、最後には心を折られてしまう、うん、っていうぐらい恐ろしいところなんだよってことはやってたんですよね、囚人力って。そうですね、うん、で
で、ただ、なんちゅうか、陸と義兄弟の結びをやるとか、なんか椿と対決するとか、そういうことやってる間に、もうなんか、僕らないで、レノマ関羽だとか、なんかいろいろ言ってたじゃないですか。もうなんか気分関羽みたいになってて、三国志の。で、そういう感じで見てたりしてたんですけど、うん。うん、でもなんか、うん。だからって言って、脱獄をしようと決意したら、うん、もう一気に脱獄できちまうぜっていう世界じゃないぜっていうところを描く意味で、あそこ今のなんていうか買収編のあたりとか、うん、そういったところ編っていうのは意味がありました、ね。まあ、やっぱりさっきGさんが言った通り、その刑務所自体のデカさを見せるって言ってた。であとさっきのテレビ番組もそうだし、最近の刑務所の一日の生活とかもそうなんだけど、はい、刑務所自体のスケールを見せることによって、やっぱり脱獄がそんな簡単にできたら、そもそものカタリストがあったもんじゃないですよね。そうですね。でやっぱりレノバがすごいからできちゃったって話になっちゃったら、もう元もともないとか、うん、それはそんな元も子もないんですよ。そこをどうするかって調節考えたときに、今回のそのレノバさんのその見取り図手に入れる編っていうのは、うん、ほぼレノマさんの一人走りだし、ほぼレノマさんの意思を超えちゃってるし、看守さん次第の話だし、ほぼウンプテンプの話になっちゃってて、もうだからそれぐらいのことも綱渡りの末にやっと抜けられるんだよって、あくまでレノマがすげえからだけで抜けられるもんじゃないんだよってことを強調したくてやったでしょうけど、はい、まあ危なかったですね、本当に。もう読んでたから話したっていう、まあ、そこは危なかった。全然だって人気落ちてないから安心ですよ、うん、本当に。そうですね。これからの3ヶ月は多分すごい頃になるという予感が、でも、しつつまで、いまだに保健医さんは何で呼んだのか若干分かってなかったりするんですけど、うん、こう言っての女性の保健医さんは一体結局、なんか石室とかなみたいな。なんか引っかかってくるかもしれないですね、ひょっとしたら、そこら辺も。ちょっと あまり気にしなかったですけど、そうですね、今気にしなかった。まあ、フェードアウトさせてきましたからね、な、うんで入れたんだろうと思いながらね。うん、まあ、でも本当にちょっと、はい、どうなるか。そうですね、この3ヶ月、次の3ヶ月は多分囚人軸の月だと思ってます。うん、はい、まあ、ちょっとそろそろ切り上げていこうかなと思ってますけど、はい、まあそんなもんすかね。あと個人的にはちょっとリビングデッドが非常に楽しくなってるね。あ、リビングデッドすごく楽しいです。なんかリビングデッドは本当にいいです。あれもちょっと発明的な漫画です、ね。うん。リビングデッドってもうほとんど三つどもえぐらいのクラスまで来つつありますよね。そうですね。その短編メソッド力として。いや、こんなに高かったっけみたいな。うん。毎回なんか楽しいし、ハイダさん可愛いしっていう。もともと変な言語センスがあって、それだけで面白かったんだけど、なんか自分の構造に対して自己言及的なところがあって、それをちゃんと次の展開力に結びつける力もあって、うん、なんか、ただネタとしてゾンビをやってるだけじゃないっていうか、ゾンビでやるってことはどういうことみたいなものを突き詰めながら、ちゃんとキャラも増やしていってるんで、そうですね、楽しいです。キャラがね、ちゃんと増えてるのがね、びっくりする。うん、そうですね、なんか今回の子とか、結構キャラ増やすのってハードル高いっていうか、この子はゾンビだってことを受け入れるなんかメンタリティのキャラじゃないと、レギュラーとして入れないんだけど、うん、そうそう、ご近所のマッドサイエンティストとかのとこまでだったら、まだそれほどどこまでキャラ回るか分かんないようなところがあったんですけど、最近かしら先生とか、今回の子とか、ほぼクリティカルに入ってきてるんで、そうですね、もう明らかになんていうか、一つステージが上がったところで書いてるっていうか、もう上手くなっちゃってるんで、はい、分かる分かる、うん、なんかもう、みんなこの子がゾンビだってことを認めた上で、なんか、そうそうそう、先生が認めて、商店街が認めて、ああ、もう認めたねってところで、こいつを突っ込んでくる、そのセンスっていうか、素晴らしいですね。ちゃんと構成力として組んでるんですよね、素晴らしいですね。うんうん、まあ、とりあえずそんな感じで、今回、2時間ぐらいで終わらせるつもりだったんですけど、やっぱり3時間ぐらい喋ってしまったので、ね、まあまあ、でも、まとまった方じゃないですかね。はい、うまくやった方かなと思いますんで。え、そうでしょう。ま、何かこう言いたい言いたいことも別に何もないし、そうですね、はい、そうまあそんなわけで、またなんか3ヶ月後ぐらいにこんななんかやれればいいと思ってますんで、はい、そうなんです。頑固チェケナッチョですよ、うん、そこな感じで今頑固、頑固です、頑固と囚人陸、そうですね、はい、そんな感じで、うん、これはまあ押さえておきましょう、皆さん、テンプスもね、はい、頑固はちょっと少年漫画好きにはたまらんと思うんですけどね、うん、そんな感じで、それでは終わりますんで、どうもありがとうございました。失礼します。